皆さんこんにちはそれでは令和5年度第1回担当式試験の分析会を始めます企業法を担当いたします森村です、えー、それではですね、えー、レジュメの方をご覧ください、まあ、レジュメといっても紙ペラ一枚だけなんですけども、えーまあ、企業法に関してはもうずっとですね、まあ、傾向は前回と同じです前々回も同じでしたというそういうお話に終始してたんですけども、まあ、今回若干、まあ、前回あたりから 若干更新傾向というような問題も出てきましたので、えーまあ、数は少ないんですけどもその点のお話もしていきます、まずは、いつも通り形式面から見ていきますと、えー、出題数は前回と同じ20問、まあ、前回も前々回もずっと20問ですね、配点は20問全て5点問題が出題されています、これも同じです、で選択肢4指と問題史4史、選択肢6史も同じですよね。問題指が4指というのは 問題詞がア、あいうえっていう、あからえまであって、で選択肢6子っていうのはア、あいからうえまでの全,全部の組み合わせが、えー、っと選択肢の中にあるということですね、これもまあずっと同じですで、問題文の表現につきましては、ですね実質的に20問すべて正しいものの組み合わせを問う問題でした、えー、っとちょっと写りがあれかな。 大丈夫ですよね、えー、と問題1見ていきますと、えー、この正しいものの組み合わせとして最も適切な番号を1つ選びなさいと、で正しいものがだから2つあるんですよね、4種あるうちで正しい足が2つあって、正しいとは言えないものが2つあるということですね、でただ問題19だけはですね、えー、ちょっとだけ毛色が変わってまして、問題19は、 こうなってます該当しうるものの組み合わせですね、金融商品取引法上の金融指標に該当しうるもの、これも該当しうるものとして正しいものの組み合わせというふうに言い換えることもできますから、えー、実質的には20問すべて正しいものの組み合わせを問う問題でしたね、であと問題のテーマというのも、これもまあいつも通り、えー、問題文の冒頭に書いてあるんですね、例え、あちょっと早かったですか。 そそうそういつもこれ、早すぎるというので注意されるんですよね、問題19、問題も皆さん、お手元にありますよね、問題19は、その正しいものの組み合わせじゃなくて、該当しうるものの組み合わせになっていると、でも、それは該当するものとしては正しいものを選びなさいというのと同じですから、実質的には正しいものを選ぶって言うんですよね、で今度、問題2を見てください、問題2、まあ全部、全部そうなんですけども、例えば問題2は、匿名組合に関する問題であるってことが明示されてますよね。 でさらにですね、次の問題,3問題3を見てもらうとですね、えーまあ、こういうテーマで引っ掛けはしませんよってことを書いてくれてますよね、問題3です、株式会社の設立に関する規律なんですけどもその設立って言っても例えば、組織インに伴う会社の新設なんてのもありますけどそれは入らないんだよと会社法第2編、株式会社第1章設立の規定によるものに限るって書いてますからここもその余計な気は回さなくていいですよってことを 言っててくれてますよねで次に「直書き」とか「ですねまた書き」っていうのがこれも論文式ではこれがあると非常に神経使うんですけども担当式ではあ問題4です問題4でね「直、えー、書き」「また書き」があるものがね7問も出題されてたんですよねでただ例えば問題4の「直書き」っていうのは あ,ありますか問題4の名を書きね設立される株式会社は種類株式発行会社ではないものとするとううなってまして、まあ、要するに種類株式発行会社だといろいろ定めなきゃいけないことがあったりするので、えー、問題が複雑になると、まあ、だからそこのところは無視していいですよということなので、まあ、いわゆるネガティブリストですよね考えなくていいですよということなので特に心配することはないですね、まあ、他の問題もまあほぼみんなそうです、まあ、一応見ておきますか次問題7。 問題7も「なお書き」がついてるんですけどもまあこれなんかも定款に別の定めはないからそこは考えなくていいですよってことを親切にえ教えてくれてるだけですよねはい,いいですかで次がえ問題8ですねこれは「なお」の「なお」の後にさらに「また」が入ってですね「なお書き」「また書き」って言うんでえ2つ除外されてるんですね問題8です 株主総会に関する問題なんですけれども、えー、麦欠券株主はいませんよっていうのが名を書きですね。で、また書きで定款に別の定めもないので、そこも考えなくていいですよっていうことですよね。で、問題9も、まあ、乗りかかった船なので全部見ておきましょう。問題9。問題9ですね。これも名を書き、また書きが入ってますよね、えー。議案要領通知請求権に関する問題ですけれども、 これも無議決権株主はいないからそこは考えなくていいよとで定款に別の定めがないというのもこれも同じですよね、はい、さらに問題10これも直書きまた書きになってます種類,株種類株主総会に関する問題ですけれども種類株主総会において議決権を行使することができない株主はいないと、えーまあ、自己株にはなってないということですよね でまた、定款に種類株の総会に関する別の定めもないから、これも無視していいですよと。えー、まあ、ついでですから、全部見ますけども、問題、えー、12、問題12です。問題12もなお書きで、えー、最終完全親会社はないと。最終完全親会社があると、その、えー、免除要件なんかでね、そこも考えなきゃいけないようになってきちゃいますので、えー これも無視していいとで最後、20番問題 20, 問題20でこれも名を書き、また書きですね親会社等状況報告書で、えー、っと特定有価証券の発行会社ではないし外国会社でもないとであとは、えー、っと親会社等状況報告書が例外的に提出を要しないという内閣総理大臣の承認の制度があるんですけどもそれも無視していいですよということなので。 えーまあまあ、全部ですよね全部見たように、えー、特にその考えなくていいですよということなので、えー、あんまり今のところはだから担当の問題で名を書き、また書きは気にしなくてもいいですよねで次に出題内容についてですけれども出題内容につきましては、まあ、いつもと同じように条文の損否を問う問題がほとんどでしたねそんな条文があるのないのとあれば丸なければツですよねであと判例を問う問題が7し 出題されてましたこれは前回も7氏でしたよね、その前の回も7氏でしたよね、まあ、少ないときは3氏ぐらいで、多いときは11氏出たこともありますけど、まあ、それぐらいの範囲ですよね、でまあ、これについては、ですね形式が、その判例をこの足は聞いているのか、条文聞いているのかっていうのは、あの答えが変わってきますからね、あの条文、聞いている問題だったら、条文にそういう条文があるかないかだけ。 考えればいいわけですけども、判例っていうのはその条文の解釈ですよね。一つの解釈で、最高裁判所のまあ見解なわけですけれども、これは知ってないと解けないことになっちゃいますよねで。識別は容易なんですけども、結構細かい判例出ましたね。問題1を見てください。問題1のあの足が、最高裁判所の判例の趣旨によれば、もう全部この最高裁判所の判例の趣旨によればで始まってますから、 判例を聞いているのか条文を聞いているのかで迷うことはないですねで、これは昭和63年10月18日の判例で、まあ、これは昔はやったところなんですけどね、今、あんまりこんなところはやらなくなりましたよね、信用金庫っていうのは、これはあの、えー、営利性がないっていうんですよね、非営利団体だっていうので、だから商人ではないっていうのが丸なんですけどね。 これはやっぱり知らないと解けないですよね。まあ、判例はそれは知らないと解けないんですけれども、えー、次問題、問題2は問題2の絵の足ですねでこれは、えー、営業者は匿名組合員に対して全館注意義務を負わなければならないという足なんですけれどもこれはまあ私は例えば講義で あの商法総則商法行為で出てくる人は全員、全館注意義務は負ってますよ、負わない人はいませんよっていう話をしてるので、もうそれだけ覚えていただければ解けるんじゃないかと思いますけども、まあ、これも知らないとちょっとぎくっとなるとこですよね、まあでも、匿名組合員が出資者で、そのお金預かって、営業者、まあ、他人のお金預かってそれを運用してるような人なんですから、それは全館注意義務を負いますよねと、契約関係もあるしねっていうことですよね。 はいで次が、えー、問題3です、問題3あこれは有名な判例ですよね、えー、と定款に記載なき財産引き受けで、これはまあ追認できないと言いましょうか、追認したとしても当該契約の効力は生じないということになってますよね、まあ、随分古い古判例ですよね。 で次問題6ですね、問題6あの正当可能性が低いと思われる問題の解説は、あの試験当日に収録されて、もう今、多分動画でアップされてると思うんですけども、その当日のですね、えっと、 あれ何て言いましたっけね回答速報ですね、そちらの方で解説してますので、まあ、今はこういうちょっと形式的なお話、分析、まあまさに分析の結果をお話ししています、で絵の足が、これが細かいんですよね、最高裁判所の判例の趣旨によればで、まあ、ちょっと読んでみますと、譲渡制限株式でない。 株式に代わる株券の提出に関する広告等の手続きが取られ、株券提出期間が過した経過したことにより無効となった株券を所持する者は、株券提出期間経過前に譲渡により株主となっていた場合、ここがポイントなんですよね。えー、っとつまり、株券が有効であるときに株主になっていた場合ですよね。この場合は 株式会社に対しその今は無効になってしまった旧株券を提示して株券提出期間経過前に当該旧株券の交付を受けて株式を譲り受けたことを証明して株主名簿の明確化を請求することができるというそういうことになっているわけですよね。まあ、これも結論としてはどっちもありうるような判例なので知ってないとなかなか判断は難しかったところだと思います。で次問問題題この問題は 判例が2つ出てるんですねこのう「う」の足の判,判例がこの出され方が怖いですよね「い」の足の方あの,足の,の,足の方は、えー、っとこれはまあご存知のとこですよね公開会社でない株式会社において募集事項の決定について株主総会の特,決特別決議を経ないまま株主割合って以外の方法ここポイントですよね。 株主割当て以外の方法によって、えー、された募集株式の発行には無効原因があるとで公開会社でない株式会社ですから全株式譲渡制限会社ですねとそうすると株主間の持ち株比率の維持に関心が高いというそういう会社ですから株主割当て以外の方法によって株式が発行されてしまいますとその持ち株割合が低下してしまうわけですよねだからそれはもう,もう無効にせざるを得ないと。無効にして その募集株式の発行をもう、えーまあ、まさに無効ですよね、効力を生じないとしないと解決できないということですよね。で、問題、でのうの判例はですね、あこれはそんな大した問題じゃなかったですね、これはブルドックなんかので出てくるものですよね、特定の株主により株式会社の経営支配権を取得しようとする行為が行われている場合に、 当該株式会社がこれを阻止するため、当該特定の株主以外の株主が行使することができるという、そういう差別的行使条件を付した新株予約権の無償割り当て、これは株主平等の原則の趣旨は及ぶんですよね、趣旨が及ぶと、まあ、ただそれが平等原則違反になるかどうかはまた別の問題ということですけれども、趣旨は及ぶということですよね。はい、で問題で これですよねこんなの知らないよっていう判例ですよね、えー。社債に関する問題なんですけども、特段の事情がない限り、社債の利息に利息制限法1条が定める利息の制限は適用されないと、しかもこれ、令和3年に出たばっかりの判例で、これはさすがに扱ってなかったですね、まあ、そもそもこんなものが、まあ、こんなものがって言っちゃあれですけどもあの、会計士の試験に出るとは思わないですからね。そそもそも利息制限法っていうののは、まあ、一般公衆の保護 にあるわけですよね。まあ、金、仮に。金、お金を借りるっていう人は、まあ、お金に困っている場合があるので。まあ、後先考えずに、その、ひどい小売のお金を借りるっていうことがあって。それで、まあ、経済的に破綻するのは。まずいでしょうって言うので、そういう一般公衆保護っていうのが、利息制限法の、まあ、一つの。目的ですよね。まあ、ところが、これ、社債の発行ですからね。会社側が利率を決める、利息を決めるわけですから。えー、まあ、そんなに。そんな無茶苦茶な。 利息をね、そのつけるわけはないので、だから、えーえー、適用されないっていうことで、えー、丸ですね。はいというようなところですね、判例はこんな感じで、まあ、結構難しい判例も出てましたね。で、判例についてはですね、えーっとまあ、特にこの問題6とか問題16の判例はかなり。 細か,かったですよねで今後も判例対策はもちろん必要ですけれども取材可能性のある判例はテキストを読んだりですねあるいは担当特別講座っていうのを聞いていただければ大体はその中で出てきますただまあ時間的な限界もありますから、まあ、本試験では判断に迷うような足が取材されることもやっぱり覚悟はしておいた方がいいですねで最新の判例につきましてはですね5月向けのポイントアップ答弁でももちろん取材していきますので えーまあ、でききるだけのフォローはしていきたいたと思いますで次、規則関係ですけれども今回は、えー、会社法報行規則が2子出てますね、えー、でこれが問題3の「う」これもまあ見ていきましょう問題3のう「う、えー」で出てました会社法報行規則5条2号が出てましたね。 これはまあ、ご存知のところだと思います、これがまあ規則に規定があるかどうかっていうのを知らなくても、多分解けるんじゃないかと、うのはし見ていきますと、成立後の株式会社が、設立時発行株式と引き換えにする金銭の払い込みの取り扱いをした銀行等に対して支払うべき手数料および報酬を負担するには、これまあ、あの変態設立事項で、あの会社の設立費用に当たるんだけれども、その額は定款に記載また記録しなくても、会社に負担させることができるってなってますよね。 条文は28条4号括弧書きでそこからその会社法施行規則5条2号で具体的に定めているっていうことですよね、まあ、これは大丈夫でしょうねで、えー、規則の2つ目は、えー、問題8です問題8これもですこれどうですかね 規則に書いてあるって知らなくても答えは出ましたかね読んでみますと問題8の意、e、の足株主が株主総会の目的である事項に関し株主総会の日より相当の期間前に特定の事項を株式会社に通知をした場合には当該株主総会において当該事項に関する質問が実際に行われない時であっても取締役は当該事項について必要な説明をしなければならないかというとこれはそんなことはなかったですよね、えー、質問された時にその 期間前に相当期間前に、えー、通告を受けてれば時間がないからっていうそういうい理屈で理由で拒否はできないっていうだけなのでだから質問されなかったら、まあ、もちろんその質問もされてないのに答えるって変な話ですからね、えー、ですから説明をする必要はないということになりますよねはい規則はこの2つだけでしたねで規則については、えー、これもやはり5月担当でももちろん取材される可能性ありますから必要 なものは講義で取り上げますただね、ね出題可能性のある規則というのを網羅的にフォローするっていうのはやっぱり無理ですので、抗議が18回しかないですからね、担当上級講座でも18回って言ったら十分あるじゃないかと思われるかもしれませんけども、もまあ企業法範囲が膨大なのでね、その中で、まあ、ものすごくたくさん規則ってありますからね、会社法執行規則だけじゃなくて、会社計算規則もありますしね。えー、なので、まあ、でまきるだけ 拾ってははいくようにはします、はい、で次に、えー、令和元年の改正法からはですね問題9で株の指定案件について問題9ですで株の指定案件について出題されてました、えー、その中の議案要領通知請求権ですよねで、あのー、数を10に限られるっていうその10っていうふうに数える数え方について聞かれてましたよね これもかなり細かいとこですよね改正点でかつかなり細かいとこでしたのでちょっと迷われた方もいらっしゃるんじゃないかと思いますでもう1問は、えー、問題17ですね問題17株式交付の問題が出てます 株式交付は前回も1問出てましたよね。まあ、別にもう令和元年改正だからといって、えー、特にそこを中心にというわけでもないので、まあ、普通の改正と同じようにその前である、えー、その平成26年の改正とまあ同じぐらいの重要性で考えていけばいいんじゃないかと思います。あとと最後にまあ神経問題と ででいいかもしれません問題6ですこれ非常に難しかった問題なんですけれども、問題6の意の足ですね、これはちょっとまあ条文をお持ちの方は124条4項という条文を開いてみていただきたいんですけれども、条文の損費ではなくて、条文があることを前提にして、その条文の解釈を問う足が取材されてますね。 読んでみますと問題6の井の足株式会社は基準日において株主名簿に記載されている株主を株主総会における議決権を行使することができるものと定めた場合には、えー、要するに、えー、基準日株主を定めましたとそうすると当該基準日後に実施された同一 の募集株式の発行により株式を取得したものの一部に当該株主総会における議決権の行使を認めることができる,できるかということなんですけれども、124条4項、どう書いてあるかというと、124条はまず1項で基準日定めたらその基準日株主に権利行使させなきゃいけませんねとでただ項項でで最初から読んでみますと。 基準日株主が行使することができる権利が株主総会または種類株主総会における議決権である場合には例外がありまして株式会社は当該基準日後に株式を取得したものの全部または一部を当該権利を行使することができるものと定めることができるというふうに書いてあるわけですよね。もう一回その大事なとところを読むと基準日 基準日設定したとしても、基準日に株式取得した、当該基準日後に株式を取得したものの全部または一部って書いてあるんですね。全部または一部を当該権利を行使することができるものと定めることができるっていうふうに書いてあるわけですよ。そうすると、条文素直に読むと、なんとなくこの場合、丸のような感じがするじゃないですか。えー、この、ここですよね。株式を取得したものの一部っていうふうに、ここだけ読むと当たるように見えるわけですよ。 ただ問題なのはこの同一のポイントはこの同一の募集株式の発行によりっていうその前段の部分なんですよねそうするとえっとこのこういう扱いについては同一の募集株式の発行その中で都合のいい会社にとって都合のいい人には議決権行使させて 都合の悪い人には議決権を行使させないということを認められることになっちゃうわけですけどもそれは株主平等原則に反しますよねということで実はこの問題というのは124条4項を聞いているように見せかけながら実は191項の株主平等原則の問題なんだということなんですよでしかもこれ条文にそのまま書いてあるわけじゃないじゃないですかだから条文の存在を前提にして、まあ、この場合は当然、平等原則に反するからダメだよねっていう判断まで要求してるんですよね。 これはね、結構怖いことで、でもしこれが許す許されるってのは変ですけども、この手の問題をこれからどんどん出してくるってことになると、その担当って条文の損否だけですよねって、ただ覚えりゃいいですよねっていうわけにはいかなくなってきてる感じするんですよね。そう、まあ、こんな問題が急に増えることはないと思います。ないと思いますけれども、えー、まあ、ちょっとやっぱり趣旨を考えてとか、条文の解釈をちょっと考えなきゃ、 いけないなっていうそういう問題も今後は出されるんじゃないかっていう心構えはしておいた方がいいですよねはいでまたレジュメに戻りましてで分野別の出題数、まあ、この辺は特にずっと変わりないですよね、まあ、あの前回は総合問題っていうか株式と機関の省にまたがる問題が1問出ましたけれども、まあ、そういう問題も出なくなってですね今回出なくて、まあ、設立2問の株式2問、機関6問資金調達2問と。 計算1問、持ち分会社1問、組織再編2問という、まあ、いつものパターンに大体戻りましたねっていうことですよね。で、まあ、ここから次回の対策を考える上で読み取らなきゃいけないのは、まあ、全範囲からまんべんなく取材されているということですよね。ですから、特にもう、どっかの範囲は時間ないのでやりませんっていうと、もそこが丸々取れなくなっちゃう可能性があるので、もう、それはできないと。範囲広くて嫌でしょうけども、まあ、その中でできるだけ、 えー、やっていいくしかないんですよね、まあ、結局、企業法って、まあ、その担当に関しては本当に量,量の勝負ですからね、ですからもう時間かけて、ほ、まあ、他の科目との兼ね合いがあって、そんなに時間かけられないかと思いますけども、えー、その中でできるだけ時間をかけて、効率的に暗記していくということしかないですよねで、難易度につきましてですけども、これもいつも話してるんですけども、も平成28年の12月というのが、やたら優しい年がありましてね。 これがあの企業法の平均点が全体で60.7%もあったもんですから、ボーダーラインをです、ね、この71%って言って、超えちゃいけない70%のライン、超えちゃったんですよね、まあそれか、それがあってかどうか、それ以降はずっと軟かの一頭をたどってますよね。 まあ途中、この辺で底打ちしたかなとうう思えたんですけどこの,辺で、ね、この辺で底打ちしたかなと思えたんですけども、また難しくなってきて、で今回はまあ予想ですけども43、43.0%ぐらいになるんじゃないかと、市場最難関。うん ののその企業法の難易度になったんじゃないかとうう個人的には思ってます、ふたを開けてみないと分からないですけどね、でまあ、企業法がですねどれだけ難しかろうが優しかろうが全体のボーダーラインに対する影響力ってのはほとんどないので、だからまあ企業法では、そうですよね、たとえ平均が43%ぐらいであっても75とか、まあ、できれば80はね本当は取りたいところなんですよね。 で、その企業法の場合は、ですねこの難易度が、確かにこうどんどん難しく細かくなってるんですけども、これって、出題された条文自体の難易度というよりは、自分が知ってる条文が出れば、どんな端っこのどんな細かい条文だって、それは間違いなく正解、うん達達、正解を出すことできますよね、でも逆にど真ん中の条文でも知らない条文が出たら難しいと感じますよね、まあ、あるいは例えば、少数株の試験で100分の1なのか、あの えと100分の3なのかなんていうのはそれは考えたって分からないですよね覚えてないと答え出てきませんからねですから結局はその勉強する範囲をどこまで広げるかの問題だと思うんですねで、まあ、最近よくあの富士山に例えてこう話すんですけども、えー、その今まではねこう、まあ、あの頂上っていうのがこう一番こう、えー、とよく出ると言われてるところで、まあ、いわゆるあの世間でいう英論点ってやつですよねでそれからこう そのに行くに従ってって、C 論点、D 論点まであるのかな、D 論点という、あんまり出ないところで、で今までは大体この上から、頂上からね、8合目まで勉強してればいい感じだったわけですよ、まあ、大体あのこの平均点が、この50%台の頃ですね、平均点がこの 50. 50点何とか、まあ、50%ぐらいの時期っていうのは、それぐらいで良かったわけですよ。とこここころがもうここ最近特にこの えと令和元年の12月あたりからです、ね、もうずっと難しいんですよずっと難しくて、うん、でその勉強の範囲としても、まあ、富士山でいうとです、ね、7合目までこう知識を下ろしてくる、うんまあ、いわゆる世間でいう C 論点の中でも出るところが出てきましたのでそれをまあやらなきゃいけないなってことになってきましたでこの8合目から1号下がるっていうこの1合目の距離っていうのは あの量っていうのはです、ね、距離じゃなくて距離じゃなくてこの体積なんですよね、感覚的にだからこれを増やすっていうのはなかなか大変ですよ、だから体感的には8合目より上と比べて1.2倍から1.5倍ぐらいの勉強量を増やさなきゃいけないと手を広げなきゃいけないっていう感じですよね、うんまあ、なかなか大変になってきましたでは、じゃあどうやって勉強するのかということですけれども、まあ、基本的には担当 テキストと一問一答だけで十分だと思うんですけども、ただまあご自身で担当テキストをずっと読み込むというのはなかなか大変ですから、やはり担当上級講座を主張していただく方が効率的だと思いますま。さらに穴をなくしたいのであればですね、6本を読み込むとか、それが耐えられないという方は、畜生解説といういいあの教材がレックから出てますので、ぜひ畜生解説を読んでいただければ、これでもほぼ完全に穴はなくなります。解説で的にも、 日常的に使うというのは非常に良い使用法で、論文の合格まで使いますので、ぜ、ま、ひ、あ、余裕のある方はお求めいただきたいと思います、はいで。以上まとめますと、企業法に関しては取材形式、分野別取材数に大きな変化はなく、まあ、難易度は引き続き難化傾向にあるとで。従いましてですね、2023年5月担当に対する対策も、企業法に関しては、まあ、十分に時間を取ってやってくださいとしか言いようがないですよね。はいというようなわけでですね、まあ あの特にこの解釈の問題がもし今後もこう取材されてかつ、その取材の数が多くなってくるということになるとなかなか大変なことになってきますけれども、えーまあ、やはり本当にもう時間をかけてやるしかないっていう。 あれきたりの結論しか言えないんですけどね、ただ、この難易度をこう、をなぜ難しくなってきたか、平均点下がってきたのかっていうのが、やっぱりランダムに出るようになったっていうのと、条文自体の重要性と関係なく取材されるっていうこと、その対策としては、もう量で対抗するしかないっていうことですね。はい、ということで、まあまあ、ぜひ皆さんにはですね、担当上級講座を聞いていただいて、 で、えー、そのポイントアップ講練を受けていただく公開模試を受けていただくということで、えー、合格を勝ち取っていただきたいと思います。はい、企業法は以上です。はい、えー、それでは担当本試験分析会管理会計論の、えー、まあ分析の方を始めていきたいと思います。えー、担当はアレックスにこしにのみやです。よろしくお願いします。はい、えっ、ー、と皆さん本試験お疲れ様でした。 まあ今回の管理会計論についてのまあ分析とあとまあ次回に向けての対策ですね話を進めていきたいなと思いますでお手元にまずこちらですね、まあ、レジュメと本試験の問題があるかどうかちょっとご確認いただきまして、まあ、これを使ってちょっと話を進めていきたいなと思いますでまずはちょっとレジュメ開いていただきまして、まあ、1ページ目に 簡単に本試験ののの、まあ、形式面の分析いいうのを載せています。まあ、この辺はもう毎回おなじみと言いますかあのもう基本的に最近の試験っていうのは計算と理論で半分半分、まあ、配点だと計算60点理論40点っていう、まあ、こういった内訳になってくるのがもう決まってるのかなとは思いますんで。 まあおそらく、次回の試験においても、この試験形式っていうのが踏襲されるのかなと思いますんで、まあ、これから皆さんがまた5月に向けて、当連なんかを捉えたときには、この形式を前提とした問題を解いていただくことにはなります。まあ、特に形式面でまあ変更点っていうのはほぼないんですけれども、ただ、1点、あの大きな変更点としては、まあ、問題の3番ですね、あの理論問題で個数選択系の問題が出てきたということで、 ままあ本当にに一昔前の出題になりますね、まあ、管理会計ではもうずっとこういった出題はなかったんですけれども、まあ、久しぶりにこういった形でちょっと理論の問題の難易度を上げてくるような出題、まあ、形式になっているということでまあ 今後の試験がどうなるか全くこれに関してはわからないんですけどただまあ個人的には割とこの形式っていうのはいい形式なのかなとは思いまして、まあ、受験生の皆さんからすると、ね、嫌なあの取材の形だとは思うんですけども。 ただ、まあ理論の正確な知識がある方がしっかりと得点できるような形式になっているので、あの運ではねなかなかあの回答にたどり着けないような仕様になっていますから、まあ、そういった意味ではね運の要素ができるだけ排除されて、まあ、しっかりと実力が反映されるような形式なのかなとも思いますんでね、まあ今後もまあ一問ぐらいねこういう問題っていうのがまあ出てくる可能性はまあ,あるのかなとは思います。はい まあなかなか原価計算の分野って理論の難易度を上げるっていうのが難しいところがあるので <laughs> あのまあその知らないことっていうのがあまり受験生の皆さんはないですしまあ知らないものを出す形でね理論の問題の難易度を上げるっていうのもあんまりまあ問題としてふさわしくないのかなとは思いますからまあこういう知ってることなんだけれどもちょっと形式面で難しさが増しているというのがまあ問題としてはいいのかなと思いますんでまあ今後もこういった問題は1問ぐらい出てくるかもしれないっていうのはちょっと想定しておいた方がいいかなと思います、はい。 まあそこぐらいですかね、形式面で違うところというのは、あとはまあ特にあの計算理論ともに何か変わったところというのはございませんので、まあ、いつも通りの内容だったかなというふうには思います。はい、で、今度、内容面なんですけれども、まあ、一応、今回の試験については、まあ、ここ最近の試験の中だと、まあまあ解きやすい分類に入るのかなと思います、まあまあ,まあ解きやすいといっても、令和に入ってからだと一番簡単な回なのかなとは思います。 まあ実際計算問題としてはあの時間無制限でやっていただいてこれまあどうにも解けないなみたいな問題っていうのはほぼないのかなとは思うので、まあ、時間制約の中でね、まあ、慌てずに落ち着いて対応できたかどうかっていうところで、まあ、得点が決まってきたのかなと思います、まあ、今回だとやっぱり計算で8問のうちの、まあ、5問は取りたかったかなというところではありますね8分の5ですね で理論についても8分の5ぐらい取ってほしかったかなっていうのが、まあ、率直な感想ではあります一応このレジュメの2ページのところに各問題に対するコメントと、まあ、この問題は絶対取ってほしいとあるいはこの問題は間違えてもいいみたいなところを簡単にまとめてありますで一応まあ現状ですね問題の6番っていうのが買いなしになる可能性があるのでまあこれがどうなるのかまあ何ともわからないと いうところですまあ、もしかしたら買いなしになるかもしれないし、ま買、あ、いがあるような状態、まあそれであれば2番が正解になるんですけども、まあ、そうなるかもしれないしっていうところで、まあ、これはもう、本試験の合格発表日を待たないとわからないというところではありますね。で仮に問題6が買いなしだとすると、大体管理会計単体だと、まあ、71点ぐらい、まあ、取っていただかないと、まあ、合格ラインに載せることが難しいのかなという、まあ、そういったレベル感ではあります。はい 普段皆さんが解かえている当連とかよりはね、よほど点が取りやすい内容となっていたのかとは思いますので、まあ、ちょっと高めのボーダーラインにはなってくるかとは思いますが、まあ、今後もこういう基本に忠実な問題が出てくると、まあ、これぐらいの,あのラインの点数を、ね、取っていかないと厳しいのかなというところではありますね。はい、でちょっと各問題ですね、簡単に見ていきたいと思うんですけど、まあ、こちらですね、問題一からちょっと 軽く確認をしていきますと、問題1はもう、おなじみの原価計算基準からの取材ということになりまして、ただ、1点ちょっと変わったところとして、この冒頭ですね、この我が国の原価計算基準に照らして、認められるものの組み合わせをね、選びなさいというところで、あんまりこういう形式は見たことないと思うんですね。 まあ別にこの問われ方になったからといって何が難しくなるわけでもないんですけど、まあ、大抵ね、原価計算基準に準拠してあの誤っているもの、正しいもの選びなさいというような問題なんでねあの、原価計算基準の原則的な話が書かれていないと、ねまあ、罰なんだみたいなそういう判断を、ね、するような問題が普段解かれているのかと思うんですけど、まあ、この問題は認められるものっていうね、ちょっとあの曖昧な表現ではあるんですけども、まあ、許容されるものの 組み合わせを選びなさいっていうような形になっているんでね、ここがまあちょっと普段とは問い方が違うようなものとなっています。はい、まあだからといえば別に問題の難易度が上がるわけではないんですけども、まあ、一応問われ方がちょっと変わってるかなというところです。でも明らかに、あと絵が誤りですね、A についてはまあこの材料服費、あ値引きとか割り戻しで、まあ、対象材料がわからない場合は、まあ、材料副費等から控除しなければいけないんですけども、売り減から控除するっていう表現になってるんで間違いと。 で選択肢の絵についても、まあ、この出入記録を取らない材料ですね、まあ、こういった材料については、まあ、継続記録法、または単押し計算法によって、計算を行わない材料なんで、まあ、これは買った金額を、ね、使った金額として計算していきましょうねっていうのが正しい表現ですから、まあ、買い入れ額を持って材料費としていきましょうと。 まあ一般費として処理するというのは全く意味が分かりませんので、誤、まあ、りということになります。まあ、これはもうなんと,とかというか、確実に正解したい内容かなとは思います、はい。で、次の問題の2番ですね。まあ、こちらは、非目別計算の問題で、まあ、ここ最近の試験では、非目別計算っていうのは結構鬼門というか、まあ、一番初めに対面する、ね、計算問題ということもありますし、 なおかつ知識面でもちょっと細かいところが問われる部分もありますのでなかなか対応するのが難しい問題が多かったりするわけですけども、まあ、この問題については割とあの結論としては簡単な問題になってくるんですが結局これ2番が正解になるわけですけど材料の x の単位当たりの購入原価計算しなさいというところが正しい文章になっていてで購入原価についてはこちら資料の3番のところに 当工場では内部副費は間接経費として処理していると言っていますので、まあ、これ、購入原価に含めていないんですよね。まあ、購入原価に含めていない内部材料副費について、これを間接経費として処理するという処理,、えー、この処理方法を採用していると。まあ、ということは、外部副費のみを購入原価に参入していることになりますので、まあ、こちら、資料4番のま材料副費。 目ごとに、ね、金額が示されていますけど、まあ、このうちの外部副費に分類されるものを集計してあげればよかったと。まあ、このひ取り運賃、二役費、手数料、保険料、関税、まあ、この5社ですね、まあ、この5つを購入代価に対して加算してあげれば購入原価が求まりますんで、1キロあたりの購入原価を求めれば8970円というのが正解となりますんで、まあ、2番が正解と。まあ 割と表紙抜けするというか、まあ、上から順番に解いていって2番が正解なんでまあこれ本当に合ってるのかなっていうところで疑心暗鬼になる方がおそらく多かったのではないのかなと思いますただまあ問題としてはねそんなに構造的に難しい問題というわけではないんでまあなんとか拾いたかったかなというレベルではありますね、はい、で次の問題の3番こちらは さっき見た通り個数選択系の問題で、まあ、いやらしいことに間違ってるものが一つもないっていう、まあ、そういった問題になっていて0、まあ、個っていうのを回答しなければいけなかったというところで、まあ、6番が正解なわけですけど、まあ、なかなか 法案、あのー、試験でね、こういう問題出てきて、全部が合ってるみたいなことっていうのがまれなのかなとは思いますんで、まあ、6番を自信を持ってね、選んだ方っていうのはほぼいないとは思いますから、多分一1番とかを選んだ方が多いんじゃないのかなと思います。まあ、原価計算基準の学習とかをしっかりとやられてた方は、やっぱり、ね、普通にあから青まで読んで、まあ、特に間違いがないなっていうところで。 でただこれ、間違いないけど、まあ、ゼロって答えるのはちょっと怖いなっていうので、1個ぐらいどっか間違えてるだろうなっていうところでね、まあ、自分のそのあたりの知識をね、ちょっとあの信用できずに、1番選んだ方がね、多かったんじゃないのかなとは思います。はい ただ、内容的には一個一個はね、特に問われていることとして難しいことは何も問われておりませんので、まあ、落ち着いて、なんとか対応してほしかったかなというところではあるんですが、ただまあ、これは間違えてもそんなに大きな失点にはつながりませんので、まあ、この問題はまあ、正答率も高くないでしょうから、まあ、間違っても合否に影響は出ないと思ってください。はい、で、次の問題4ですね。まあ、これは簡単な問題に。 ななるかなと思うんですけど、あのー、個別原価計算の問題で、まあ、子孫時期と完成品の原価を計算しなさいという問題ですね、特にまあ難しいことは問われていないんですが、ただ、計算条件のこの3の括弧2のところですかね、ここの指示があのどこで使うんだろうなというところで、結構不安に思った方多いんじゃないかなと思いますけど。 まあこの子孫自品は見積売却額5000以下の時のみ軽微なものと見なすかを個別に判断すると、まあ、わざわざ具体的なこういう、ね、数値が示された状態で、まあ、軽微かどうかの判断を行いなさいねと言ってるわけですけども。 でも本も別にね、これ、軽微なものっていうのが出てきていないという問題になりますんで、まあ、5000円以下のものっていうのが、特に子孫寺品の評価額では登場しませんから、まあ、この指示っていうのは単なるダミーと言いますか、まあ、問題の設定を、ね、厳密にするための指示なんだと思ってください。別に計算に何か使う必要性はありませんので、そのあたりでちょっとねあの、この指示がどこで使うんだろうなっていうところで手が止まってしまった方いるんじゃないかと思いますけども。 まくまでも問題をそういう厳密に設定するための条件として示されているだけなんだと思ってください。はい。まあここさえ特にね何かそういう判断に迷いが生じなければこの問題はシンプルな内容となっているんで、もうテキストの説明レベルの内容かなとは思います。はい。まあ今回の全体の問題を通して見たときに。 この問題4なんかが、まあ、1番か2番かに難簡単な問題なのかなと思いますんでね、まあ、ここはあの確実に拾いたいところではありますね。はい、で、次の問題5番、まあ、これもまた原価計算の基準からの取材で、非常にまあ平易な問題だったかな,な,なと思いますけど、まあ、選択肢の案なんかはもう過去何回か問われているところなんで、一問一答なんかをやられていた方であれば即座に切れたのではないのかなと思うんですが。 直接原価計算採用している場合、まあ、期末にいわゆる固定費調整やらなきゃいけないわけですけど、まあ、この固定費を配布計算する対象として、期末の製品と仕掛かり品と売上品という3社に配布をしなければいけないわけですが、まあ、この製品と売上品という2社しか示されていないので、誤りりとうこになりますね、はい、もう過去に同様の素材というところが、ね、何回か見られますので、ここはあのー、すぐに間違いだと判断してもらいたい内容だったかなと思います。 でまた選択肢の絵についても、等級別総合についての規定で、まあ、いわゆるこれはね、単純総合に近いやり方についてね、まあ、原則的に採用しましょうって書いてるわけですけれども、まあ、等級別総合原価計算っていうのは、単純総合原価計算に近いやり方と、あの当月製造費用安分法と一般的に呼ばれる、国、まあ、別総合原価計算に近いやり方っていうのがありましたので、その選択適用っていうのが正しい文章なんですけども、 まあ原則単純相互に近いやり方を採用しなさいねと書いてるんでこれ誤りということになります、まあ、この辺りの原則容認関係っていうのもねまあ基準の学習をやられている方であればそんなに問題なく正誤判断できたんじゃないのかなとは思いますんでまあ問題の5番っていうのはここは確実に拾いたい内容だったと言えますね、はい、で次の問題6はもう復習もしなくてもいいかなと思うんですがこれはねまあ連算品の計算で もう回答がない可能性のある問題となりますので、もう無視をしてもらっていいかと思います。でなおかつ、まあ、この問題なんかはあの、結果的に買いなしになってしまってね、まあ、解いた方はね、ちょっともったいないことをしたというか、まあ、時間のロスが生じた形になるんですけど、ただ、受験生全体で見ると、結構解いてない方の方が多いのかなと思います。まあ、明らかに、ね、あの計算の分量が多そうなな問題なんで 2ページに資料が渡ってますから、まあ、初見でもう飛ばすっていうふうに選択された方が多かったんじゃないのかなとは思いますんで、まあそういった意味ではね、結構影響を受ける方は限定される問題なのかなとは思いますね。はい。まあかといって別に買いなしがね、許容されるわけではないんですけども、あのー、ただまあ影響は割と全体で見たら少なかったんじゃないかとは思います。はい。もうここはもう見なくてもいいです。で、次の問題なので、標準原価計算の理論ですね。 これももどこに難しいことは問われていませんけども「う、まあ」ウと「え」が明らかな誤りですね「う」についてはこの修正パーシャルプランとかって書いてますけどこれ玄価債を把握する話をしているわけですからパーシャルとか修正パーシャルとかシングルっていうのは基調方法ですんでね玄価債をどのタイミングで把握するのかっていうのはこれインプット法とかアウトプット法っていうのが正しい表現ですんでね まあこの辺りの基調方法とそういった際の把握のタイミングに関する話っていうのを表現入れ替えてくるきっかけっていうのも過去の本試験で何度かありましたんで一問一答のその辺りの過去問部分っていうのをしっかりと見られていた方であればこれは修正パーシャルっていうのはおかしいなと正しくはアウトプット法であるっていうところがねあの判断できたのかなと思いますあここはインプット法過去の表現だとここはインプット法ですね材料の投入段階で際を把握するんでインプット法と であと選択肢の A はコンカレントエンジニアリングって書いてますがこれは明らかに表現おかしいですねイン,ダストインダストリアルエンジニアリングっていうのが正しい表現ですんでね、まあ、A は誤りであるってことが分かりますよと、はい、だからまあ原価計算の理論については問題の3番以外は基本的にはね特に難しい内容は問われておらず、まあ、本当に基本に忠実な内容だったのかなと思いますんで、まあ、4分の3っていうのはね原価計算理論で取っておかないといけなかったかなというところです、はい まあ4分の3ちょっと取れなかったっていう方はねやっぱり一問一答のやり込みが足りないか、まあ、原価計算のその原文とかをねちゃんと読んでいないかのどちらなのかなど,どちらかなのかなと思いますんでねあの次の試験に向けてはねそういった過去問部分っていうのをしっかりとやっていただくかあるいはそういった原価計算の基準の原文をねしっかりと読むっていう作業をしてもらえればなと思います、はい、で次の問題の8、まあ、原価計算分野最後の問題ですが まあこれなんかはもうパッと見で明らかに簡単そうな問題なんで、まあ、解けなかった方は少なかったのかなと思います、まあ、実際簡単ですしねこれは標準原価計算を前提とした製造・間接費の再分析をやっていくだけですから、まあ、何も難しいことは問われていないですねただ1点この選択肢の2番の不動能力債っていう表現、まあ、ここでちょっと手が止まってしまった方が一定数いるんじゃないのかなと思います まあ普段皆さんが計算している創業度祭のことになるんですけど、まあ、実際の創業度と基準創業度の乖離まあこれを定量化したものを不動能力祭って言い方をするんですね。まあ、生産能力の未利用部分ですよ基準創業度が100時間で実際創業度が80時間だとすると20時間分っていうのは生産能力の未利用がありますんでまさにそういったその能力を使わなかった部分っていうのを金額で表現したものになりますから。 普段皆さんが計算している創業土債の別の表現として不動能力債という呼び方があるとそこがまずねわ、あのー、からないということになると、まあ、選択肢の2番については正誤判断が難しかったのかなとは思いますんで、まあ、そういった意味では、ね、一定数できない方もいたのかなとは思います、はいまあ、とはいえね、まあ 5番がこれ正解で二分法の管理可能債を計算すること自体は難しい計算ではありませんので予算債と変動費の農理債を計算するっていうのは普通に計算してもらえれば対応できたかなと思いますから、まあ、この問題は不動能力債が分かんなかったとしても、まあ、正解はしなければいけなかった内容かなとは思います、はい、もう原価計算の分野で問題のさっき見た あの4番とこの8番というのは絶対に取らなければいけないところなんで本当にこの2問が、ね、取れていないという状態ですと、まあ、ちょっと問題集の回転とかが足りていない可能性がありますので、ねまあ、基本的な知識のそういったブラッシュアップといいますか、まあ、しっかりと知識の定着というところを、ね、心がけてもらえればなとは思います。はい、で次の問題9これがまあ今回の理論だと一番難しい。 内容かなと思います、まあ、難しいというか、まあ、知らないと、ね、あの当然できないんであの知らない内容だったのかなと思いますんでね、まあ、解けなくても,もうしょうがないです。まあ、とはいえ、「あ」についてはこれまあ明らかにまあ間違いかなっていうのはなんとなくわかるのかとは思うんですよ。この管理可能費ていうのはその責任センター内で発生した費用のみが含まれるっていうふうに言っているんで。 まあこういうい費用のみとかっていう表現が使われるとまあ明らかに怪しいなと、なんか例外が1つでもあればねまあ、この文章っていうのは間違いということになるわけですからまあ、なんか怪しいなとちょっと強めの表現が使われているんでこれは罰かなっていうふうにその辺り、ね、あたり受験慣れしている方であればね判断はできたのかなと思います。はい まあ実際、その責任センター内で発生した費用のみではなくてね、あの影響力を行使できるものであればね、その費用についても管理可能費ということになりますから、別に物理的な場所は限定されないわけですよ。A 事業部長っていうのは、自分の,その事業部内で発生した費用のみについて責任を負うのかっていうと、必ずしもそうではないと、自分が何か影響力を行使できるようなものがあるのであれば、まあ、そういった費用についても管理可能費っていうふうに分類されることになりますんでね。 物理的な場所は問わないんだっていうその辺りの理解がねあったかどうかっていうところで自信を持って正解できたかどうかが変わってきますね。はい、であと選択肢の「う」まあ、これはもう計画事前に勉強していた方であれば、まあ、ちょっとね あの違和感を覚えて整合判断できたかもしれないんですけどただ経営学選択の方でもあの正直経営学の理論の部分っていうのはあんまりちゃんと理解はしていないので単に用語を暗記しているレベルにとどめている方が多いんで、まあ、経営学を事前に勉強していたからといって確実に正解できたかっていうと怪しい問題ではあります。まあ、この右のの右文章の2行目資源アプローチっていうところが表現として間違っているんですけども。 まあここはポジショニングアプローチっていうねこれと対をなしている言葉があるんですけどそれが正しい表現なんですね、まあ、企業が他の会社に競争で負けないようにするためには何が重要なのかっていうのを考えていくときに経営の資源が大事なんだって考えていくこの資源アプローチっていうのとあとポジションが大事なんだとポジションっていうのはどう差別化していくのかって話なんですよ、まあ、どう他の会社とバッティングしないように進めていくのかっていうのが重要で 完全に他の会社とビジネスモデルが全く同じだと価格面で競争せざるを得なくなりますんでねそうなると優位性っていうのを長くね続けていくっていうのが難しくなってきますからなるべく他の会社とビジネスモデルがバッティングしないようにするためにはどうすればいいのかっていうのを考えていくのがポジショニングアプローチなんですねでまさにこのコストリーダーシップとか差別化とか日チ戦略っていうのは、まあ、そういったポジションをね考えていきましょうっていう戦略の話になりますんで。 資源アプローチではないですよっていうのがあのここの判断のね仕方になってくるんですけど、まあ、なかなかそんなねあの理解した上で判断できる方はいないのかなと思いますので、まあ、ここはもう整合判断切れなくても全く問題ないですねもう意図うで多分ね悩んだ方が多いのかなと思いますけどもう問題9は別にできていなくてもそこは問題ありませんのでもう気にせずにあのここはもう復習もそんなにしなくてもいいところではあります、はいで 次の問題10結構この辺りがあのできる受験生と、まあ、計算が苦手な受験生でねあの結構正解できるかどうか大きく分かれる問題なのかなとは思います。 担当の上級の問題集とかにもこれとほぼ同じような問題っていうのは掲載されていたので、まあ、そこをやってればな,なんとかできるのかなというふうには思うんですけどただ、まあ本試験の限られた時間の中だと結構焦りも生じますしこういう問題ってどっから手をつければいいかっていうのがなかなかねあの難しかったりもしますので、まあ、時間制約の関係でできないっていう方はいらっしゃったのかなと思います。 でまあ、今後の対策としてはこういう問題については、ね、できるだけまあ一っ一旦自分で解かれてその後あのまた解き直すときに電卓を入れるのではなくてその回答の流れというところがちゃんと言語化できるかどうかっていうのを確認していただくのがいいのかなと思います。まあ、今回だとこの 次期の利益計画策定数にあたって、当期よりもこの税引き後の売上高の利益率を6ポイント上げていきたいって考えているんで、まずは当期の売上高の利益率を算定しなければいけないなと、でそこにプラス6ポイントを載せてあげた数値、これが目標になってくるんだと、まずはそういった、ね、回答の大まかな方向性っていうのを考えてあげる必要性があると。 売上高の利益率を計算するにあたっては、当期の売上高合計というのが示されていて、そして販売数量比率を一定という形でセールスミックス一定の過程を設けていると、まあ、5対3の比率になっているので、これ、1セットあたりの売上高というのを求めてもらうと、製品 X5 個、Y5 個の売上というのは13万2000と求まりますので、 5940万を13万2000千で割り算すれば450セットというのが当期の実際の販売セット数として求まるとでこの450セットにこの1セットの貢献利益5万1300円を掛け算すれば当期の貢献利益の金額が求まりそこから個別固定費と共通固定費の合計1120万5000円というのを引けば税引き前の営業利益が求まり そこに1引く税率を掛け算すれば税引き後の営業利益が求まりますからその金額を5,940万の売上で割り算すれば、まあ、当期の売上高の営業利益率が12%っていうのが求まりますんでそこに6%加えた18%っていうのが次年度の目標になるわけですからまた 今の作業と逆の手順でこの売上の合計5940万に 18%, 万か,け18かけ算すれば税引き後の営業利益の金額求まりますんでその金額を1引く税率で割り戻して固定費の金額を足してあげれば貢献利益の金額が求まるとでその目標となる貢献利益の金額が求まれば450セットっていう販売セット数で割り算することによって1セットあたり必要な貢献利益の金額が求まりますんでまあ当期の ワンセットの貢献利益よりもいくら増やさなければいけないのかっていうのを計算することができますからその数値を、まあ、製品 X の販売数量5個で割り算すれば、まあ、製品 X1 個当たりの変動費の必要削減額を計算することができるっていうこういうね、まあ、回答の流れのね言語化っていう作業ですね、まあ、これをやっていただければあのかなりね汎用的な計算力が身につくのかなと思いますんで 今のようなそういった回答手順の言語化ができるというのはこの問題を、ね、あの100%掌握していないとできないことではありますので、まあ、本当に分かったかどうかを確認する上でも、まあ、今の作業というのは使えるのかなと思いますから、まあ、ぜひ、ね、この回答の流れというところを、ねまあ、自分で説明できるかどうかを確認してみてください。はい まあこれはもうこの問題に限ったことではなく他の問題についても適用することができますのでね、まあ、なるべく言語化していくということ、まあ、この作業をど、ね、どんどんやってもらえればなと思います、はい、で次の問題11は予算管理で、まあ、これはもう平易な問題ですがただ結構、あのー、本試験開けた後です、ね、あの受験生の皆さんに話を聞いていると結構問題11は間違えている方多かったですね。 まあ簡単なんですけど、このあの正誤判断で間違えてる方多かったです。これトップダウン型のところが間違えて、ボトムアップ型が正解なんですけど、まあ、予算スラックの形成ですから、当然ボトムアップっていうのが正解なんですが、まあ、ただ、ただこういうのって結構、冒頭に間違いが置かれてるっていうことが稀なので、あのどうしても2行目とか3行目とかに何か間違いがあるっていう先入観がね、あの受験生の皆さんの心理としてありますんでね。だからまあ、ここはね、あのー、 1>, 1行目から間違いっていうところが気づけずに丸をつけてしまった受験生が多かったのかなと思います、非常にまあ、もったいない間違いですね、ちょっとその間違いはね今後に生かしてもらえればなと思います。で絵については、これ、脱予算経営の話で、まあ、たまたまに問われますけども、まあ、脱予算経営っていうのは別にこういったことを言っているわけではないんでね、あの前年度の実績に基づいて予算策定しようなんて言ってませんからね、まあ、明らかにそんな事実はないっていうところで誤りです。はい で問題の12は設備投資で、まあ、これはあの計算自体はそんなに難しくはないんですけど、ただ、理論的な背景が分かってないと難しい問題だったのかなと思いますあの相互排他的な投資案の比較で、まあ、NPV の推移っていうところを、ね、比較したときに、A 案と B 案、NPV の代償関係が逆転するような割引率が存在すると。 いわゆるクロスオーバーポイントって呼ばれるものだったんですけどそこのまあ理論的な背景っていうのが分かっていれば何が問われているのかが確認できたんですけどもあの分からないとなかなか計算が難しかったのかなと思うんでこの辺は理論学習が計算に生きた部分なのかなと思います、はい、で次の問題 13ABC の理論でこれも特に難しいことは問われていないですねもうとが明らかな誤りで まあ、イについては、この仮称という部分が課題というのが正しい表現ですね。伝統的原価計算だと、まあ、創業度を基準に間接費を配布するので、まあ、大量生産費に対して間接費を課題計上することになりますと。うについてもこすべて削減することができるとかって書いてるんです、ね、べてっていうのは明らかにおかしいというところで、まあ、このあたりも,もう強い表現が使われていれば、ね、基本的に間違いだと考えてもらって構いませんのですべてとかっていう表現は。 まあこれいい間違いになりますね、はいで。次の問題14は業務的意思決定ですね。まあ、これはあんまり見覚えがない問題かと思うんですけども、まあ、これまで実践していた部品を、ね、外注に切り替えてで余った生産能力を活用して別の製品とかを作っていこうっていうそういったストーリーですね。まあ、実際に解いたことはないのかなと思いますけど、まあ、そんなに計算手数はかからない問題ではありますので、まあ、落ち着いて 対応すればできなくはなかったのかな？というレベルの問題です。はい、また見直しはしておいてください。で、問題15についてもこれ過去に類似問題もありますが。この各事業部の業績を評価するためにね。事業部 pl っていうのを作り変えていくような問題ですね。 まあこの固定費部分を管理可能なものと管理不能なものに分けて、まあ、事業部の損益計算書を自分で作り直した上で、まあ、業績評価の指標を計算するというこういう形式の問題はまた担当の上級の問題集でもありましたんで、あので、ー、それの問題を解いていたかどうかによってまた正答率も変わってくるのかなと思いますが、まあ、とはいえ結構面倒くさい問題ではありますので、まあ、時間の関係で、まあ、この問題は間違えてもしょうがなかったのかなとは思います。はい で最後の問題16ですね、まあ、資金管理で、まあ、この辺りね最後に資金管理が来るっていうのはちょっと変わった出題だったんですけどもまああと「い」が誤りで「あ」についてはキャッシュサイクルの定義が間違えてますね「い、e」については、まあ、これは、まあ、在庫として保有期間が長いほど資金繰りが向上するなんてことは当然ありえないわけですから、まあ、短いっていうのが正しい表現ということになります、はい、もうあ、e が誤「あ」と「い」が明らかな誤りなんでね ウについてはちょっと正誤判断が難しかったかもしれませんけどもウ、まあ、とエが正解だっていうのは、まあ、選んでいただきたかったかなっていうところではあります。はいまあ、ちょっとすいません急ぎ足でやってきましたけど、まあ、以上が各問題についてのお話ということになりまして、まあ、基本的に今回の理論でいうと、まあ、問題の9番以外は まあ、一問一答問題集っていうのをしっかりとやられていれば十分得点することができる内容だったので、あのーまあ、今回、ね、理論であんまり点が取れなかった方は、まあ、次回に向けて、ね、また一問一答問題集をしっかりと繰り返し反復演習してもらえればなと思いますまた計算問題についても、あのー、一度今回の本試験ですね、点が取れなかった方は時間無制限でやっていただいてで時間無制限で解けるか解けないかによってまた対策が変わってくると。 で時間無制限で解けるのであれば基本的な知識については身についている状態ですの、ね、であとはまあ実践慣れをしていけばいいだけだとは思いますからまたそういった担当ポイントアップ答弁とか公開模試とかを受けつつ、まあ、そういった時間制約の中であのそういった問題、まあ、16問分解いていくという訓練を積んでいただければ改善はしていくのかなと思いますんであのでまずは、ね、そこの時間無制限でやれるかどうかっていうのを見ていただきたいと。 で時間無制限でやった上で解けないのであれば、それはもう基本的なところが何か抜け落ちてる可能性がありますんでね、まあ、それはまた入門のテキストとかを引っ張り出してきてもらって、計算の基本的な論点の確認をしたいだとか、まあ、上級の問題集解くのが難しいのであれば、ちょっと入門期の問題集からまたやり直してみるとかですね、まあ、そういう対策っていうところをね、また一からやっていただければなとは思います。 で実際、もうこれぐらいのレベル間の本試験の問題になってくると、管理会計はもう7割ぐらい取らなければいけないっていう科目になってきますので、まあ、次の5月に向けても、それぐらい取らないといけないっていう想定のもと、まあ、対策を取っていただくのが望ましいのかなと思いますんで、ちょっと厳しい、ね、戦いになるかと思いますけども、やってできないことはないかと思いますんで、ぜひちょっと前向きにね、あの学習の方を進めていただければなと思います。はい すいませんちょっと急ぎ足だったんですけどこれで分析会の管理会計は以上となりますのでまあ次ちょっと監査論に変わりたいと思いますのでお疲れ様でしたはい、えー、それでは監査論、えー、始めていきたいと思います担当草川ですよろしくお願いいたします <laughs> えとまず、ですねあの全体の,あの話からしていきたいと思うんですけれども、監査論あの試験終わってから、ですねこの1週間、あの受験生からあのいろんな話を聞きました、でえー、各、ね、皆さんの見解というか、出来は意外とバラバラで、えー、できた人はすごいできたと言っている方もいればあ、結構できなかったなという方もいて、でまあ、あの最初の、ね、あと試験の速報の時に動画を撮った時にまあ大体やっぱり合格ライン、監査論は7割と。 お伝えしたんですけども、まあ、そうは言ってもへ、真ん中を取るとやっぱり7割ぐらいなのかなというような気はしております。で、えっと、ちょっとですね、お配りしているこの、えー、試験の、えー、全体像ですねで、こう見ていただくと、あの正当可能性高い問題がです、ね、全部で13問、えー、中程度が5問。 低いが2問ということで、マ、まあ、レックとしてね、講師の中でまあこういった話し合った結果はこのようになっています。まあ、私としてはね、ちょっとこれ、生徒可能性高いじゃなくて、中くらいじゃないかな、あるいは中じゃなくて、これは高くていいかなっていうのがあって、まあ、個人的な見解もありますがあの、みんなで出した結論としてはですね、こういった感じ。で、えー、と監査論では、えー、生徒可能性高い問題が13問あって、その13問のう 中では大体8割ぐらい取ってほしいなということで考えております。 で正当可能性中程度の5問はまあ6割ぐらい、だから3問ぐらい正解してほしいなと、正当可能性低い問題は2問のうちまあ1問できれば、同じだなということで、えー、まああの確率としては30、まあ、ちょっとね中途半端なあ,のあれになりますけど、30%ぐらいまああのできてほしい、だから0.6問ですから、1問取れればいいかなというところで考えています。 で、えっ、ー、と、まあ、今回はですね、あの、なんで、えっ、ー、と、レクシュで7割というふうに言ってるかというと、あの、講義と過去問とポイントアップトーレン、これをもう絶対にやってくださいと監査論ではね、言ってたんですね。監査論では過去問題集と、あまあ、問題集、あの、通常講義でついてる問題集と、あとはポイントアップトーレン、そして、えー、まあ模試とね、えー、まあこれを絶対、あの、やってくださいと。で、それをやるとですね、あのー、 その通りちゃんとやってくださった方が、だいたいやっぱりね、7割ぐらいは取っていたということから、あの、まあ、その合格ラインはな、合格というか、取ってほしいラインとしては7割ということで考えています。で、具体的にちょっと問題を見ていきましょうね。えっと、まずですね、 問題の 1, です、ね、で1はこれは財務所要監査、まあ、大体傾向は変わらず1問目に財務所要監査の,あの総論というか、ねえー、問題が出ていてこれは必ず取りたい問題という見解は変わりません二重責任の原則はこれ財務所表を作るのを分担して行うとこれ分担して行うというところで引っかかっちゃった人、ね、試験の独特の緊張感でいたかもしれないんですがこれは作成を分担するって書いてあってそこが、ね、誤ってるわけですね。ねなのでまあここはちゃん と,読めたかというところ、でいは、あまあ、これはね、正しい選択肢で、あの公正な判断をすると、そして意見を、えー、財務省の利用者に信頼できるようにする、このためにですね、独立性が要求されて、まあ、これはあのいいと。であと、う、えー、のですね、合理的な保障、絶対的な保障じゃなくて、合理的な保障にとどまるというのは、固有の限界があると、もうこれまさにね、典型論点。そして、えのー、この適正に表示しているっていうのは、単にね、財務省が、あの、 適正だというだけであって収益性とか安全性ねここまで言ってるわけではないというところでまあこの,あの責任分担してるっていうところと収益性安全性ここをね評価が含まれてるってわけではないというところで問題1はまあ取ってほしかったとでえっとちょっとね時間があまりないのでさっさといきますけどもえっと問題2のですねこの 我が国における財務省の監査の歴史ですね。この歴史の問題は、まあ大体嫌な問題が多いと。で特に今回この形式、えー、過去なかったと思いますね、えー。順番を並び替えてですね、2番目と3番目に来るものを選びなさいと。ちょっと動揺された方いると思うんですが、これもですね、内容としては、あの、なんとか、あの、レジュメとかに書いてないことではないので、取りたかったというふうにレックとしては思ってますね。で、あの、この内部統制の監査が法定された。 これちょっとね、動画であの、曖昧なこと言っちゃったんですけど、法律に定められたのは確かに平成18年なんです。ね、平成18年の6月14日に交付されてますんで、 法定されたのは平成18年。仮に、これ、実務に適用されたのは平成20年なんですけども、これね、平成20と考えてそしても、選択肢は間違わないようにできてますんで、あ、ここはね、助かるなと思ったんですね。まあ、正確に法律に定められたのは平成18年。で、えっ、ー、と、財務省全体レベルとね、アサーションレベルのリスク、これが分けられたのは平成17年でした。 これ17年のリスクアプローチの改定ですね、があったときに導入されたと。そして、目的基準が初めてできたのは平成1年。ここはまあ良かったかなと思います。で、最後、不正リスク対応基準。これは平成25年だったということで、なんとかですね、このあたりは、あの、まあ難しい、人には難しいと思いますが、えー、と、 次、同じ問題ね、このような問題が出たら、このぐらいのレベル間での年号については、押さえておいた方がいいかなというふうに思っています。なので、まあ、これはね、あの、講義の中でも対策はしていきたいと思いますが、あの、この、えー、レベル間では、我々は正当可能性が高いとしていると。で、えー、っと、問題の3いきますけども、公認会計書、これはまあ難しいですよね。え、これはできなくていいと思っております。で、えー、ただね、あの選択肢で、 会計士の職責には独立で含まれてないるので、これは、あの、職責のところをちゃんと、えー、会計法1条の2ですね。えー、ここを何、なん、 とか、レジュメ等で見てくださってた方は、独立した立場において、公正かつ誠実にということが書いてありますんで、え、なんとかその記憶をたどって、あが罰だというふうにできればですね、え、あはまあ判断できたと。で、いの、これはもう会計士とねなるためには、登録を受けなきゃいけなくて、え、そうすると、もう自主的にあ、えー、 快速を守ることが求められると。まあ、これは、ああ、なん,ていうんですかね、逆にカンサルを勉強してない人の方が、それは当たり前なんじゃないのというふうに、常識的に丸できたかもしれないんですけども、あの、ね、勉強してると逆に考えちゃう選択肢であると思いますが、これはその通りと。で、うは、これはもうここで押さえてください。あの、もしね、今回、万が一、え、成績がね、あの、振るわなかったという方がいて、次受ける方がいるとすればですね、この、 監査法人の設立は内閣総理大臣の認可じゃなくて届け出でいいんだということは今後のために知っておいていただきたいと思います。ね、これはちょっとね、盲点でしたね。で、えっ、ー、と、最後の内閣総理大臣がこの 会計士とか監査法人で懲戒処分するにあたって、えー、会計士監査審査会による勧告がない事案については、これはですね、えー、公認会計士監査審査会の意見を聴取しなければならない。これは、あの、まあ、正しいんですよね。なので、これも、ね、ええー、ね、ここまでできる必要は正直ないと思っていますが、ええー、ま、一度出てしまってるんで、まあ、あの、 ね、えー、知っておきましょうとしか言いようがないですね。まあ、できなくていいですよ、これ。あの、今回の試験ではね。で、次回以降受けられる方は、まあ、あの、同じ選択肢が、監査論では毎回言ってるように、 え、かな、あの、何度も何度も繰り返し出ますんでね。そういう意味では、ああ、ま、ここは、まあ、今後出されても文句が言えないという位置づけで押さえておいていただきたいと。初見ではできる必要はなかったということです。で、えっと、次、問題の4に行きましょう。問題4はですね、禁止処法監査制度の問題で、えっと、これは正当可能性高いにしているんですね。で、えっと、ま、そうは言っても、あの選択肢もね、なかなか難しいと感じた方もいると思うんですが、ここは、あの、四半期レビュー報告書を、 原文をですねあの試験までに何度か見れた人があー判断できたかなということなんですね、この四半期レビュー報告書にはですね内部統制の有効性について意見表明するものじゃないというのは、これ、あの 含まれないんですね。四半期レビューの報告書には、内部統制の有効性について意見を表明するものじゃないってことは、あの、含まれません。え、なので、あは、×と。なんで、中間監査は含まれるんですけども、中間監査のことわかんなくても、ね、四半期レビューのところで切れる選択肢だったと。で、えー、いの選択肢は、これはですね、あのー、この法令違反事実のね、 えー、発見した場合の通報の話で、これは適切な措置を取るべき旨を含む必要があるので、必要はないというところが誤り。まあ、ここの意のところは、企業法の勉強が逆に進んでたら、もしかしたら取れたかなというところでもあります。ただ、この、あと意がツっていうふうな判断をできなくてもですね、うとえ、ここでやっぱり取らなきゃいけないんですね。で、監査上の主要な検討事項、う、これは、えー、意見を表明しない場合には、あの、書いちゃいけませんから、うん 正しいということと、絵の有価証券届出書の話ですけれども、これも、ねえー、損害賠償の話で、えー、故意または過失がなかったことを証明したときは損害賠償責任を負わないと、これも、あのーね、主体論のところとかで扱ってますから、うとえが絶対丸ということで、まあ、これは、ね、取っていただきたかったという問題になります。 で、問題後の、これも禁止法で、なかなかね、この法律のところが、あの、手強いっては手強いんですが、一応ここもレックは正当可能性高いとしてます。ただ見ていき、見ていきましょう。えっ、ー、と、あですね。で、あは、えっ、ー、と、これは、えー、正しいと、まあ、そのまんまなので、こういった、あの、正しいものをね、なんか疑っちゃう感覚はありますけれども、あは正しい選択肢だったんですね。で、ちょっと先にいに行きますが、この、 上場会社の監査を終了した公認会計士または監査法人は、監査が終了した日から3月を経過する日の続する日の月の末日までに監査調書を整理するって書いてあるんですが、これね、あの、法律上は伝えなくて書いてあるんですよ。法律上は伝えなくて書いてある。ただ、そこで法律のことを知らなくても、あの、監査調書のね、換気法で、えぇ、60日程度を超えない というふうな規定があったことを思い出していただければ3月ということはないだろうという、ね、判断ができますのでこの3月で切れると。 いうことですね。で、これ、うは、これもう本当いつも言ってるんですけど、これ毎回のように出てますね。これは絶対正しいです。過去問、何度もこれ出てます。これ、ポイントは、ね、えー、原則上場会社、公認会計士または監査法人の、えぇ、ー、監査証明を受けなきゃいけないものの、ここなんですよ。受けなくても、公益または投資者保護にかけることがないものとして、内閣総理大臣の承認を受けた場合、ね、えー、公益と投資者保護にかけないんだと言って、国の一番偉い人が承認している。これでも 監査を受けけなななきゃいけないなんてことはありえないのでね。ここはよく出ます、この文言ね、えー。公益または投資保護に欠けることがないものとして内閣総理大臣の承認を受けた。この場合は何でもその場合はそれは OK になりますから、ここは注意してください。ね、よく出ます。で、えっと、絵のですね、この、えっと、上場会社の監査証明に関してっていうところで、うん 経営者及び監査役等の責任に内部統制整備運用責任って書いてありますが、ここもね、あの、試験の時に、なんていうんですかね、あのー、冷静になれればみんな分かったと思うんですが、もしここで間違っちゃった方はね、引っかかっちゃっただけなんですね。これは、経営者と監査役等の責任ですけど、監査役は整備運用責任ないですよね。監査役は監視責任なので、えそういった意味でね、ここはちゃんと読めたかどうかということで、監査役の責任はが間違ってるということになりますので、えっと、まあ、あと、うが正しかったと。で、えっと、ね 問題6ですね。問題6、会社法の問題。まあ、問題5は一応正当可能性が高い問題としてました。で、問題6の、えっ、ー、と、これは正当可能性中程度。私はちょっとこれ難しかったんじゃないかなと思ってはいるんですね。で、えっ、ー、と、あの、この会計監査人選任議案。これは有名な話で、えー、か、あの、会計監査人選任議案は、 監査役の過半数の同意が必要なんです。えー、これはね、えー、独立性をより強化するために、取締役じゃなくて、監査役が会計監査人の選任議案を決めるということになってますから、この取締役会が決めるっていここが有名な話で、あーは罰にしてほしかったと。で、その後が、どれだけこう、企業法で勉強が進んでるかというところですね、えっ、ー、と、一時会計監査人を選ぶのは指名委員会じゃなくて監査委員会。ここがまあ、なかなか、あの、難しかったんじゃないかなと、個人的には思います。 で、えー、うのですね、あの、会計監査人の解任ですけども、これは全員の同意が必要っていうのは、これは通常の監査論の学習でやってる方が多いと思うので、えっ、ー、とね、一人でも同意しないときは解任できないっていうのは正しいと。で、えー、最後のね、責任限定契約、これもですね、定価に定めておかなきゃいけないっていうところは、あの、なかなかね、えっ、ー、と、 企業法でどこまで勉強してたかってところにもかかってくるところで、えー、個人的には難しかったかなと思いますので中程度ですけどまあ、ここが取れなかった方はね、えー、まあ、しょうがない、えー、次回以降このもし受ける方がいればここの選択肢を押さえとけばいいだけということになりますで問題7いきますけどもこっちの次の会社法なんですけどこれは監査役等に関する問題で、えー、っとこれは生徒可能性中程度ここも私は個人的に難しいと思ったんですけどね、えー、っとまずあのこの社外取締監査 監査,等委,員です、ね、監査等委員に社外取締役のほか、上級者が1人以上必要って、これはね規定がそんな規定ないんですよで、監査論で一番難しいのは、ない規定をあたかも本当の規定かのように作り話的な選択肢をね作られるっていうのは、これがあの難しいと、まさにこれ、そうだったんですね、なんか上級者とか書かれると、そんな条文あったのかもしれないって思わせちゃうんですけど、これはそんな規定がないということで、誤りと。でいののののここ委員員会会設置会社の監査委員の会食これはねどう どうですかね。これはね、役会でできるんで、特別決議じゃないんですよ。一方で、こっちで切れるのかな監査党委員会設置会社の監査党委員は、これはですね、えー、これ、あの、総会の特別決議が必要なので、これ逆なんですよね。この逆。えー、監査委員の会職は取締役会決議。えー、監査党委員会設置会社の監査党委員は、特別決議。株主総会の特別決議で、えー、解任ということなので、まあ、これは誤りと。なかなか難しいですよね。で、えー、っと、うの、 え、これはね、うーは、まあ、あの、大会社であるか否か関係なく内部統制システムの整備の決定が義務付けられている。まあ、ここは正しいので、もうこのまま押さえるしかないですし、あとね、えー、監査役の、お監査役設置会社の時に、監査役がですね、各監査役が、え、単独で調査権限があるかどうかっていうのはるということで、まあ、問題ならもう正直、あのー、どれだけ会社法の勉強の知識が使えたかっていうことになってくるので、監査論としては個人的に にはね、正当可能性あのここは低いでもいいかなと思う。ぐらい問題なのは難しいと思います。はいで問題8。いきます。問題8の、えー、内部統制の評価及び監査の話で今度これはですね。打って変わって必ず、えー、取らなければならない問題だったということになります。で、問題8は a がですね。あのー、このね、えっ、ー、と。 重要な事業拠点の話が書いてあって、おおむね3分の2とかそういった話はそのまま、あの、合ってるんですけども、えー、重要性の大きい業務プロセスがあったら、それはですね、3分の2から除外された事業拠点についても評価対象に追加する必要がありますので、ここはね、えー、罰だということで、えー、取っていただきたい。で、えっ、ー、と、以のですね、えー、この、監査人が経営者の評価結果を監査証拠として利用する場合を除き、えー 内部統制の、ね、整備運用状況を評価したかを詳細に、えー、監査人があの検証する必要はないと経営者がどう評価したかを詳細に検証する必要はないとこれ実は過去問で何度も出てるんですねこ,のここは何度も出てるので、まあ、ここは正しいとで後半がね 適切に選定しているかは評価する必要があると。まあ、ここは正しいので、えー、いは、丸と。えー、いは前半が結構過去問でよく出ている表現だったと。で、うのところ、これ引っかかっちゃった方ね、あの、意外といると思うんですが、ここは注意してくださいね。内部統制の開示すべき重要な不備があるかどうかっていうのは、実際に生じた虚偽表示の話じゃないですよね。虚偽表示が生じる可能性の話ですから、実際に生じたっていうところが、これが誤りということになります。なので、えっと、あとうはもう絶対、 体罰なんですよだから「い」が「丸かどうかわかんなかったりこのね絵のところの、えー、期末日まで是正措置が行われた時は、まあ、その是正措置について経営者が行った評価あこれが適切かどうかを確認するっていうこの絵も「丸っていうのがはっきり言えなくても「あと」で切ってほしいあの問題だったということになります。 はい。で、えっ、ー、と、すいませんね。ちょっと時間がないので、さっと行きますが、えっ、ー、と、問題9。これは、正当可能性中程度ということにしていますね。えー、なかなか、これも、個人的には難しかったかなとは思うんですが、あの、まあ、えっ、ー、とね、ね、中程度。で、あの、この、 監査事務所は会計士協会が実施する品質管理レビューがあって、えー、これについてね、えー、監査事務所の品質管理システムの監視の代替として用いることは、これはできない。これは、あの、当連とか過去問とかね、えー、何かしらで見たことがある方いると思うんですけども、ここはまあまあ有名な話なので、ここは丸ということを取っていただきたかったと。で、一方で、意の選択肢は、これはですね、えー、なかなかあの難しかったと思うんですけども、第三者がですね、監査事務所の内部通 法制度を利用することはこれできますので、この「意が誤りと、まあ、これはもうこの,あの選択肢で抑えるしかないかなと思います。 で、えっと、うの、えー、品質管理のシステムの監視によって不備が発見された場合は、えー、その関係する個々の監査業務とか、査察、あの、専門要員に対して適切な税制措置を実施するほか、品質管理の方針及び手続きの変更を行うことがあると。まあ、これは読んでみて、えー、罰にできるところがない、ね。えー、ので、まあ、ここは、あのー、若干判断に迷ったかもしれないですけど、うは丸なんですね。で、 えー、えのですね、この品質管理日の結果を受領した場合は、あの、監査チームは、非監査会社の監査役等に対して必ずしもその結果を伝達しても、しなくてもいいということはないんですね。これは必ず伝達しなきゃいけないという点で誤りと。えー、まあ、ここが判断できたかどうか。まあ、ねこうやって、あの、前に立って話してみると、やっぱ改めてちょっと難しいなと思うんですけど、えっ、ー、と、そうですね。これは一応正当可能性、あの、全体の中では中程度としています。 でえっと、問題10ですね。問題10は。 これはですね、保証業務で、保証業務は例年難しい問題結構あって、これはね、捨てもんだっていうのもあったんですけど、今回は、えー、これは意図嘘が罰ということで必ず取りたいと。で、ちょっと時間が本当にすみませんないんで、意図をね、中心的に見ていきますが、まず、限定的保証業務に分類される業務には、業務実施者がこれ、合意された手続きで発見した事項のみを報告するっていう、これ、アグリードアポンですよね。合意された手続きは保証業務じゃないっていうのは、これ、これはもうね、典型論点なので、えっ、ー、と、含まれない。限定的保証 業務じゃないです、ね、アグリーダアポンは保証業務じゃないですでう、えー、のですね、えー、合理的と保証,保証業務と限定的保証業務はこの保証業務リスクの程度による分類でありこれ限定的保証だったとしても その結論が積極的、これあり得ないですね。ね、適正に表示していないと信じさせる事項がなかったという、そういった四半期レビューの形になりますから、限定的保障の場合には、これは必ず消極的形式の結論になるということで、これは意図が絶対罰なので、えー、これはね、取っていただか、正当可能性が高い、取っていただきたい問題だったということになります。すみません、ちょっとね、あの間違っているところを中心にいきます。で、問題11の、我が国、この一般に正妥だと認められる監査の基準に関する問題 問題これは正当可能性低いというふうにしています。えー、これはね結構難しかったかなと思います。アはまあ、これ正しくてイも正しい。でウを見ていくとですねウはこの 監査を実施するにあたって、我が国における、い,い,いて一般に公正だと認められる監査の基準に準拠することは求められている。確かにそうだと。で、国際監査基準や特定の国の監査基準に準拠して監査を実施することはできない。これは、あの、国際監査基準とか特定の国の監査基準に準拠して監査することもあるというのが、関係を200に書いてあるんでね。えっ、ー、と、まあ、ここはなんとか、あの、できないというところで、えー 切りたいというとこですねで絵のですねこれが難しかったんですあの相当に小規模な企業を想定していると確かここはあってるんですよね、換気法の小規模企業というのは相当に小規模な企業を想定しているただこの我が国ではこうした企業が多く存在し監査基準に基づく監査を行う上で適用例がこれ 適用例少ないというふうにね、規定されています、ね。適用例が実際は少ないんですよ、ということなので、えー、誤りですが、こんな小規模企業をうん、皆さんのね、会計試験で出すかっていうところではありまして、まあ、この絵の選択肢はね、今後出ても、まあ、捨て物かなっていう気はしますけどね。えー、なので、この問題十一はちょっと、正当可能性低い。ここはできなくていいです。 一方で問題12、これはです、ねえー、と保障水準の話で、これは意、えー、と絵がです、ね、絶対 丸なんですねだから、えー、ま、それで取っていただきたいし、あの、この中間と年度の保証水準ね、これは同じ保証水準じゃないっていう話は、なんとか知ってたかなと思います。で、うのですね、不正リスク対応基準が年度よりも保証,保証水準が高いこんなのもどこでも聞いたことがない作り話だと思います。なので、これはね、あとうが×だということも、ま、なんとか、え、できたかなということで、まあ、ここは問題中には、え、丸から解いても、×から解いても、なんとかできてほしかったと。 一方で、問題13、監査計画ですけど、えー、っとこれは私は個人的には、生徒可能性、中にしてますが、高いでよかったかなと思っております、なぜならば、異のね、えー、この監査リスクと監査上の重要性は、これはあのーそうね、負の相関関係があるっていう話が、そのままあの出てますので、異は丸と。でエの、あのー、この ええとですね、詳細な監査計画を作る前であっても、リスク対応手続きやってもいいって、これ過去問で何度も出てます。ので、意図絵が丸というところはね、えー、取れるかなというふうに思っております。はい。なので、えっと、あのね、 えー、この計画について、えー、状況が変化した場合とかは、えー、リスク対応手続きの資料を修正しなきゃいけない、ここが×ですね、修正するか検討するって話ですし、うの手続き実施上の重要性を当初決定した金額よりもちっちゃくしなきゃいけない、これは重要性の基準値をちっちゃくしたからといって、手続き実施上の重要性を必ずちっちゃくしなきゃいけないわけじゃなくて、ちっちゃくすることを検討するということなので、えー、13は誤りと、十三のう、えー、は誤りということになります。まあ、これはね、個人的には問題13は取ってほしかった。 問題です、す。問題の14。えー、これは、あと、いが絶対罰なんですね。問題14の監査リスクは、これ、あと、いが絶対罰で、あの、監査リスクには、監査人の事業上のリスクは含まれないっていうのは有名な話。そして、いの、えー、っと、重要な協議表示を管轄して、誤った意見を形成する可能性を許容可能な水準に、低い水準に抑えなきゃいけないので、発見リスクの水準低くって書いてありますけど、えー、これ、 発見リスクのその前の重要な競技表示リスクの水準が何も書かれてないんです。だから、重要な競技表示リスクがどうか分かんないのに発見リスクの水準を低めるっていうことは、これ必ずしもね、高くして良いかもしれないので、あとい、e、いが絶対に罰ということになります。で、 えっと、問題15行きますね。すいません。問題15の内部統制システムの評価の話ですが、これは、まあ、瀬戸トカー高いにしてるんですが、やや難しいかなという気は、あの、してます。で、い、e、の、あの、すべての事業上のリスクを評価しなきゃいけない。ここはもうそこでね、誤りと。すべての事業上のリスクは評価対象としなくてもいいんだっていうのは、まあまあ、あの、有名な話と。で、えっ、ー、と、えですね。えの、 <laughs> ところですけども、監査人は、あの、えー、運用状況の有効性の話ですが、これね、運用状況の有効性の評価を計画してない、つまり内部統制に意見しないっていう場合ですね、この場合特定のリスクに対する経営者の対処方針の理解を関連する重要な虚偽表示リスクのに対応する実証手続きの種類時期範囲の立案のために利用することはないっていうんですが、まあ、ここがですね、利用することがあるんですね。えー、運用評価手続きのりあの、 実施、計画を、えー、運用状況の有効性の評価、つまり運用評価手続きを計画してない場合であってもね、えー、その、経営者の対処方針の理解を利用することがあるということで、ここが誤り。まあ、ちょっとこの絵の選択肢を罰にするのが難しかったかなというところはありますが、あと、うはね、絶対に丸というところで、まあ、あのー、 レックの監査チームとしては、あできて欲しかったかなということで、正当可能性を高にしています。あと、うが、まあ、絶対丸だと。で、えっと、問題の16ですね。監査手続きに関する問題。これも、消去法でやっていくといいんですけども、あのですね、あの、物件リスクには、あの、統計的サンプリングをしなきゃいけないんだって、これ、こういう作り話、過去も同じように出てます。で、この作り話は、皆さんはある程度ね、本試験、あの、 精神的にあの大変な面はあるんですけど、自信を持って、本試験の時に、こんな話聞いたことないなっていう選択肢があったら、あの大事な話だったら絶対講義とか何かしらで習ってるはずなのであの、これ作り話っぽいなっていうところはね、自信を持って罰にしていただいていいと思います。こんな話聞いたことないですよね。でえっと <laughs> この虚偽表示額の推定って言ってながら、内部統制の逸脱率ですよ。額と率の話が出てきて、で、なんか、母集団の虚偽表示額を推定とね、この率の話と額の話が間違、混ざってるんで、これは日本語として、えー、そもそも合っていないという話がありますね。で、うとえは、まあ、絶対丸なので、まあ、問題16は正当可能性高いということにしてます。<laughs> すいませんね。で、問題17、<laughs> 専門家の業務の利用です。これはですね、 あと、絵が丸なんです。なので、正当可能性高いにしてます。で、えっ、ー、と、い、e、の、この、監査人がね、会計以外の分野における専門家の業務を経営者が利用した場合には、自らもその分野の利用しなきゃ、業務の、専門家の業務を利用しなきゃいけない。経営者が、え、専門家を利用した場合は、監査人も専門家を利用しなきゃいけない。こんなのも書いてないです。こんなの作り話です。ね。あと、うの、えっ、ー、と、 専門家との間で、このね、利用のところで、内容について合意しておく必要がこれありますからね。求められてないってところが誤りと。で、問題18、えっ、ー、と、監査意見に関する問題ですね。で、問題18はこれの正当可能性高いにしてますが、えっ、ー、と、これ、意とうが絶対丸で、えっ、ー、と、あのですね、この、えー 重要な協議表示に該当しない場合、これはもうそもそもね、重要性がなければ、限定付き適正ってこともなくてね、無限定適正意見になりますから、あはばつと。で、絵の、これはですね、あの、えっ、ー、と、無限定適正意見以外の関西意見を表明する場合には、仮に、 え、審査以外の方法を採用してたとしても、審査を受けることが必要と。こんなのもないんですよ。ね。だから皆さんこんな勉強したことがないものを、ああ、なんか自分は勉強してなかった。勉強量が少なかったから、ちょっとこんなことがあったのかなって、そういうふうに思わないでください。監査論の場合は、もうね、知らないことは多分作り話なんだという観点でね、やっていただくといいと思います。で、さ、あの、最後が2問目。問題19。まあ、これはね、その他の記載内容で、えっと、まあ、重要性は、あの、比較的ね、改定されて高いというところもあったので、えー、まあ、なんとか取ってほしかったと。でこれは イとウがツで、えー、まあ、あとエは丸なんですけど、イのですね、この、 これは日本語として取れればね、一番良かったんですね。その他の記載内容が存在しないと判断した場合には、その他の記載内容の区分に、その他の記載内容が存在しないと判断したもの及および、その他の記載内容に対して実施した作業の概要って、その他の記載内容がないのに、作業を実施するわけがないので、ここは日本語として誤りということで、なんとかね、えー、取れる問題ではあったんですね。あと、あの、その他の記載内容は別に、監査、 手続きは求められているわけではないので、裏付けを得るってことも、これもないということで、まあ、意図で、なんとか切りたかったということになります。で、問題の20ですね、最後。えー、問題20、不正の対応。これは、あの、最後、不正リスク対応基準が来るかなと思ったら、環境240が来ましたけれども、えー、これはですね、正当可能性中程度で、あが、これちょっと汚いですよね。ここまで監査基準、あの、環境法とか読み込めてた方は、すごい偉いんですけど、この、 虚偽表示の疑義に該当するかどうか判断する場合にも、会議審は高める必要があるんで、保持するだけじゃなくて高めると。で、該当すると判断した場合に高めるだけじゃないですね。えー、これは、なので、えー、っと、あ、誤りということ。で、えー、っと、意の、このね、えー、不正による重要な虚偽表示の疑義があると判断して、計画を修正して追加した監査手続きをするときは、事前に通知と書いてありますが、これ、事前に通知したら、 あのー、悪いことやろうと思ったら隠されてしまいますよね。ということで、まあこれもですね、ちょっと日本語としておかしいということはあったわけです。なので、まあ今回なんかやっぱ改めてね、あの、ちょっと時間とともにこれ改めて見ると結構やっぱ難しいなという気もしますね。ただ、あの、実際に、うんと、やっぱ合格者の方聞いてみると、えー、まあね、あの、 8割取れたという方もいればあの6割だったという方もいるので、まあ、やっぱり7割取ってほしいとで今後の対策という意味ではあのこれは監査論がやっぱり変わりませんえ過去問で出た問題があの正確に分析してみるとやっぱり、ねえー、ある程度出ていると。 かなと、いう気がしますけれども、えー、出てますんで、少なくとも過去問を完璧にしていれば、4割から5割取れたと。で、えー、その残りの部分をどうやって取っていくかというと、えー、これはね、ポイントアップ当連で、えー、まあアウト、アウトプットの練習をしていただいて、取ると。あとは、論文のことも考えるとですね、やっぱり、解説を読みながら、換気法の原文を、まあ、読んでいただくと、そこで、プラス5点、10点になっていったかな、ということになりますので、とにかくですね、えー、監査論は、 過去問の問題集ですね問題集とポイントアップ等連そしてまあ模試を1回分あってであとはそれを伴って換気法を読んでいただくともうこの勉強法をやってれば間違いなくね、7割はいきますのでそういった方法であの勉強を、ね、していただきたいなというふうに思いますすいませんちょっとだいぶオーバーしちゃいましたえっ、ー、と影山先生に交代したいと思いますお疲れ様でした はい、えー、それではね。最後財務会計論ですね、えー、分析会の方を始めていきます、えー、担当レクサーに公式影山です。よろしくお願いします。はい、えー、と。まあ本試験ね。お疲れ様です。ということで、まあ、分析はね。ここまで3科目ね。もう疲れていると思いますので、まあ、なるべく手短にと行きたいと思いますが、ちょっとですね。早速なんですが、このレジュメの方でですね。ヘッダーがですね。これ r2 年 r4 年2回目となっているんで、ちょっと申し訳ないですけども、これ r る5年の1回目ですね。すいません。ここですね。 R51 ですねすみません、ちょっとここだけ修正のをお願いします。はいで、えーまあ、財務会計に関してですね、えーまあ、ボーダー,、えー、ざっくりとした、ね、全体のですね感想としては、まあ、非常にこう優しい問題だったかなという印象は受けました。 で、まあ、当日のねね速報動画ですか、ねえー、当日の夜で、ね、撮った速報動画だと、ボーダー140ぐらいということをお伝えさせてもらっていたんですけれども、えーまあ、受験生さんとね、えーまあ、1週間ぐらいね、ねいろんな方とまあお話をして、えー、LINE とか電話で相談して、まあ、結構ね、ね受験生さん、皆さん、ですね財務関係できているんで、まあ、当日の、ね、速報は140点ってしたんですけれども、はい、ちょっとですね情報修正で、まあ、150点ぐらい取りたいかなという、ね、印象は受けました。これですね 一応144から152というところですがまあ150点ぐらいっていうんですねあの考えていいかなと思いますはいボーダーとしてなのでまあ当日よりもちょっとですね思った以上に受験生さんが皆さんできていたというところで、まあ、それはまあ喜ばしいことでもあるんですけれどもまあちょっとボーダーも上がるのかなっていうですねあ全体としてはね、えー、まあそういうところには、えー、なってしまいますはいでまあそれだけの点数が取れている まあ要因っていうのは、まあ、その問題の、ね、難度がもう低下したっていうのは、まあ、それはあるんですけどもただ、低下とはいっても、えー、別に個別の計算問題っていうのがそこまで簡単かって言ったら簡単なものもあれば、まあ、難しいものもあるので、まあ、一概にすごい簡単とは言えないんですけれどもこのです、ね、計算と理論の問題構成で,です、ねえー、個別の計算が2台減ってその分理論が2台増えたっていう、まあ、ここが結構大きいような気がするんですね。 はい、前回令和4年2回目の本試験だと、まあ、これ令和4年1回目もそうなんですが個別の計算13台に対して理論が9台なんですよ。でそこから計算2台減って理論が2台増えるとどうなるかっていうと、まあ、計算に比べて理論の方が解答時間絶対短いですから。 2台分です、ね、回答時間がです、ね、短くなるということは、まあ、要は余裕分がです、ね、生まれてくるわけですでかつ理論の問題が優しいので、まあ、それが難しい理論であれば、ね、時間もそんなに、ね、圧縮できないんですけれども、まあ、簡単な理論問題が2台です、ね、増えてで個別の計算が2台減ったということはもう純粋にです、ね、受験生さんの心の余裕ができるわけですよ。ね で、かつ連結回帰の総合問題も簡単なので、まあトータルで見ると結構その空き時間というかね、まあその時間が余裕で余るっていうことはないかもしれませんけれども、相対的に時間がですね、えー、短くて済むわけなんですね。はい。なのでその分、まあ個別の計算の難度が、例えば前回と同じであったとしても、時間に余裕が生まれて、で、時間に余裕が生まれれば精神的にも余裕が生まれるんで、えー、まあそういった意味ではね、点数を取るための、えー、好循環ね、性のスパイラルが、 まあ生じて全体としてのボーダーはね少し上がったのかなというのは思います。はい。ですかね。で、まあ中でもね、これは前回の試験と同じなんですけれども、特徴的なのは、やっぱりその理論と連結の相互問題が、まあかなり優しめですね。はい。理論と連結の相互問題が優しめ。まあ個別の計算はちょっとね、あのー、まあまちまちかなと思いますが。 うんまあ、特に理論党、ね、連結の総合問題が優しいということでまず連結の総合問題からいくと今回はもう基本6分の4ですね受かってる方はみんな6分の4以上取っております、ねはいまあ、逆に、ね、ちょっと最後の、ね、問題28がちょっと難しかったので6分の6っていう方は、まあ、あまり受かってる方の中でもねいないんですけどもただ逆に6分の3とか6分の2っていう方もその受かってる方の中ではあまりいないですねはい。 だから基本,もう本当に6分の4か6分の5ぐらいなんですよ、受かられてる方の相合問題って、はい。で、一昔前ですね、まあ、このね、目標ラインを見ると結構顕著なんですけども、令和2年2回から5回分の試験載せてますが、あの目標ライン全部上がってるんですよね、これ。令和2年から、ね、順調に。で、まあ、ここ3回、やっぱ簡単ですね。 で令和3年度以前は連結の総合問題も結構難しい問題がたまにあってもう連結の総合問題一切手をつけずにっていうのも一つの戦略だったんですけどもまあここ3回のですね要は令和4年度と今回の令和5年度の試験3回分見ると、まあ、連結の総合問題に手をつけないっていうことはうす、ね、むしろ、えー、やめるべきであり連結の総合問題の中から、まあ、ある程度こう点数をね固めて取っていくっていうのはまあこれは必須かなと思いますので。 まあ連結会計がね、えー、あまり得意ではないとか、まあ、嫌いな方もいるかもしれませんけれども、まあ、ある程度この総合問題で点数を取っていくっていうことはまあ必須になってくるんだと思ってください。はい、今後もおそらくこの傾向は続くと、えー、予想しております。はい。そして理論ですね。理論に関しては、えー、11台出ていまして、うんまあやっぱ合格者はね、もう 10, 10か11ぐらい取ってましたね。まあ、9の方もいますけれども、 ほぼ満点の方もいましたし、まあ、1ミスぐらいの方もですね、結構多かったんで、えー、それぐらいでみんな点数取れていたと。はい。だから、まあ、最低11分の9、72点を理論から叩き出す必要はあったと思ってください。はい。まあ、受かられている方は結構ですね、10代ぐらいですかね、80点ぐらい理論で取っているという感覚ですかね。はい。で、これもね、 十1代出て10代ぐらいみんな多くの方が取れているというのは、まあ、過去の本試験を遡ってみても,もう印象にそれぐらい、ね、みんなの出来がいという理論の問題だったときはまあないので、まあ、前回も簡単だったんですけどもそれ以上に今回のほうが皆さんの点数は取れていたのかなという印象は受けます。はい、なのでまあ連結の総合でまあ16点取って理論問題で、まあ、一応ここは72点って知していますけども80点取るとそれだけで96点なんですね。96点 でまあ、150点に載せるためにはあと4 54点か54点を個別の計算から、えー、取ってこればいいので、まあ、6台から7台ぐらいですかね、まあ、ちょっと6台だと足りないですけどね54点なので7台取れば56点で、まあ、152点っていうです、ねえー、ところには至るのかなと思いますのでまあねそこが 簡単なのかどうなのかっていうところで、まあ、別に決して簡単にですね、11分の8なんか取れないと思うんですけれども、11分の7とかですね。えー、ただ、あ,ある程度ですね、えー、きちっと学習を積み重ねられていればですね、えー、取れる問題が多かったとは思います。はい、というのも、まあ、本当に今回ですね、まあ、厳しい問題というのは、まあ、正当化の性定の、まあ、本質点会計と、 あとは、基本的にほとんどの方がです、ね、手をつけていない、建設協力金、問題14、まあ、ここは正直できなくても仕方がないというところですかね、まあ、建設協力金はね、私の講義だともう飛ばしてしまっていたし、仮にやっていたとしても、ちょっとテキストの説明とは若干、まあ違ったものになっているので、まあ、本当に理解していれば解けるんですけども、ただちょっとテキストの説明を機械的にやっているという方であったら解けなかったかもしれないような問題ですね。はいまあ、これも飛ばしてしかるべきという問題です。 で本視点会計はですねまあ簡単ですよ簡単っていの言い過ぎですねすいません簡単っていの言い過ぎなんですけどもただテキストの説明レベルですまあテキストの説明がねちょっと難しいって言えば難しいのでなので時間が余って本来だったら切る予定だった本視点会計に手をつけることができたっていう人もいましたでまあそれで合ってましたっていう人、ね、が何人かいましたので えーまあ、そういう戦略であればすごい正しいですよね余った時間で、まあ、とりあえず本試点会計やってみようとかっていうのはすごい正しい時間の使い方で、まあ、それで8点取れればですね、えーまあ、1.6%上積みができるわけですからんだからまあそういう方はすごい戦略としては正しかったんじゃないのかなと思います、ねはいまあ、だからね、えー、そういう余った時間のためにじゃあ次のね試験対策で本試点会計とか本社工場会計の、ね、練習をすべきかっていったら、まあ、別にそれはする必要はないかなと正直思います まあ、彼のせいでね、あの、かなりその、学習時間に余裕がある方は、次に向けて、まあ、でも、本質手掛けもう出れる可能性は低いと思いますので、まあ、もうちょっと構造論点なんかをね、あの、見てもいいのかなと思います。はい。まあ、ここ最近のね、この難易度であれば、例えば個別キャッシュフロー計算書なんかは、まあ、今回出ていません。まあ、前回出ましたけれどもね。えー、ただ、一昔前はね、個別キャッシュも担当で出たときに、 まあ集計が多かったりするので勉強してても確実に点数が取れる論点とは言い切れなかったんですけれどもえただこの今の試験の難度であれば個別キャッシュも計算で出たきに多分結構取りやすいものになるのかなと思いますはいだからそこなんかはね個別キャッシュってまあ構造形でまあ営業活動によるキャッシュローとかねゼロベースから作るのは結構大変ですけれども まあ前回の本試験なんかは、ね、その中の営業活動によるキャッシュローの承継欄より上の金額が部分的に、ね、あの為替損益とあと売上債再建の増減額とか部分的に聞かれていたので別に営業活動のキャッシュが、ね、ゼロベースで求められなくても担当で点数が取れるような構造の問題にはなっていましたので、まあ、次回以降もそういう出題というのは全然あり得るかなと思うんですよ。まあ、これが連結キャッシュですよね、はい、だから構造問題だから、ね、集計が大変で時間かかって正当率も下がるというような出し方では最近はないのかなと正直思うんですよ。ねはい なので、まあ、そのあたりもね、まあ、どうせ個別キャッシュなんていう論文でね、必須の論点なので、あのやっていない方は、次に向けてね、確実に個別キャッシュ、まあ、連結キャッシュ、キャッシュ含めてやるべきかなと思います。はい。で、えーまあ、ちょっと難しいな、しょうがないなっていう問題は、この本質点階級と建設協力金ですね。あとは、まあ、基本的に取ろうと思ったら取れるというかね、えー、対策はどっかしらで立てられるような、えー、問題なのかなと思います。で、結構ね、それはやってみて皆さん分かったと思うんですけれども、 テキストの説明レベルの問題が多いんですね、えー。まあちょっとテキストの説明だけだと完全に対応できないなっていうのは、まあ、これ計算ですよ。計算でいくと、まあ、問題4号はちょっとテキストの説明だけだと対応できないかなと。ね、集計系ですね。最近多い集計系。4号は、まあ、ここはね、説明だけでは対応できない。説明とはかけ離れたものになりますけれども、例えばね、問題6の貸し倒れ引きやなんかも説明のままみたいなものですし、 え問題10の会計上の変更とか五秒の訂正、もうこれも説明をですね、まあ、個別の説明を3台組み合わせたものですかね、あと有価証券もこれ、説明みたいなものですよ、はい。で、あとこの問題17ですね、投資の一時債と一時売却も、これもまあ投資の一時債っというです、ね、マイナー論点が出てしまっているので、まあ、あの政党からそれは中にさせてもらってはいますけれども、ただ内容自体も説明レベルですね、内容自体は説明レベル。 はい、あと持ち分法の成果連結も適宜設トの,の仕分けままですし、えー、株式交換に至ってももう設例のままということなので結構、個別の計算というのは今、赤で囲ったところは基本的に設例のです、ね、範囲を超えてないんですよ。1、2、3、4、5、6台、はい。だからこのあたりというのは確実に取れるはずですし取らなければいけないんだと思ってください。 まあ、あとね、親子会社間のストックオプションは、ね、正当可能性中にはしていますけれども、理論講義で会、ね、帰処理も含めてやっているので、うんまあ、ここははっきり言って正当可能性、こうでもいいところではありますね。熟語、まあ、生さんなんかに聞くと、まあ、基本的にできましたという方が多いので、まあ、当日ちょっとね、注意にはしたんですけれども、まあ、別にこうでもいいと思ってください。はいまあ、一応、テキスト僕のテキストには載ってないんで、あの赤の丸で説明ということは言いませんけれども、 えーまあ、もし、ね、これ、節例を作るのであれば、節例レベルの問題とも言えます。はい、だから今、マークを入れてある部分ですね、1、2、3、4、5、6箇所、まあ、ちょっと親子会社間のストコップ者を除いて、6箇所を間違えてしまった方は、まあ、正直、説例レベルの問題を間違えたという自覚は持った方がいいと思いますね、まあ、ちょっと厳しいことを言うようですけれども。 投資、はいまあの小さいはね、ちょっと、まあ、論点自体がマイナーなので、問題17、まあ、ここはちょっと仕方がなかったかもしれませんが、まあ、それ以外っていうのはね、先生税レベルの問題、そして講義では扱っている問題ですからね、えーまあ、落としてはいけないものだったのかなとは思います。はい、で、えーまあ、あとはですね、これ、問題4号の集計系ですよね。まあ、とは言っても、5番の現金預金はね、 えー、現預金の問題ですから集計系といっても、まあ、問題集とかに載ってるレベルの、ね、問題にはなりますがまあこの4号に関してね最近よく出るんでこういう類の問題、えー、苦手だっていう人が多いんですよで苦手だっていう人が多くて、まあ、例えば、ね、LINE なんかでこういった流動資産をね 集計するような問題ばっかり集めた問題集みたいなのはないですかとかっていう質問とかたまにありますけどもまあそんなのないですよ。ね、そんなのないんだけどもまあこれって結局テキストの説明の前の説明文とかちゃんと読んでればできるわけなんですね。ですか、まあ、全部基本的にはそのテキストの説明の前の説明文に書いてあって講義でマーク入れてるところからほぼ出てますから。ね、ですか,だから この集計系の問題が弱いっていう方は別に今回に限らずなんですけどもテキストの説明部分をちゃんと読んでないんですよ。おそらく。ね、テキストの説明やる前段階でしょ説明やる前段階の講義でね、初めにマークするようなところや、まあちょっと欄外のワンポイントもありますけども、そういったところをちゃんと丁寧に読んでいれば全然判断できます。今回そんなに難しいですね、あの判断を要されるようなものはなかったですから、ね、基本的にはそういった、ね、説明書きの部分から出ています。 なので、まあ、前回、前々回とかもね出てますけども、基本的にこういった集計系の問題が弱いという方は、その集計系の問題をいっぱい解いても、まあ、あまり意味がないんですよ。ちゃんと、初めの根っこ部分を整理できていれば、えー、絶対に解けるんでね。まあ、その知らない知識が問われたら、それは解け,あの解けなくてしょうがないんですけども、たまにそういう時もありますよ。でも、少なくとも今回の問題であれば、 テキストの説明書きの部分をしっかりとです、ね、読んでいれば対応できる範囲の問題でしたから、ね、はい、えー。なので、まあ、その、ね、初めの説明書き部分っていうのをもうちょっと、ね、しっかりとあのやってみてください。あからその問題集とかね、通れんといてテキストに戻るっていうのはそういう、ね、説明の部分ちゃんと読んでくださいっていうことですからね。 で本試験の直前に説明を一通り網羅的に確認してくださいというのも説明を確認するということは、まあ、その前の説明文も一度、ねえー、きちっと確認をしてくださいという意味も入っているんだと思ってくださいはいだから今一度その、ね、説明といて終わりではなくてその説明の前段階で、えーまあ、例えば今回だと有価証券かな、えー、問題の読んで、まあ、有価証券系の、ね、流動の固定の判断とか聞かれましたけども、まあ、例えばその,その他有価証券だったらこういう、ね、目的があってでその他有価証券は 株式だったら固定資産で債券だったら流動だなとかねで、えー、評価差額は全部純資産直入法が原則で部分純資産直入法が容認で,で絶対洗い替えだけれども原則の時は切り離しみたいなそういうのが適切に書いてあるわけですから、まあ、そういうのもね、えー、きちっと読んでいって、まあ、今私がこうやって言ったような感じで自分でそのと有価者権こうだねみたいな説明をやるようなイメージで、えー、丁寧にやっていくと集計系っていうのは別に難しくはないと思うんですよ。はい だから本当にね、難しい判断が要されるものも過去にはありましたから、そういうのはもうしょうがないんですけども、ねはい、でも、まあ、今回のレベルであれば、きちっと、ね、やっていれば判断ができるので、あのー、正直、この流動資産の問題もです、ね、生徒可能性、宙にして、まあ、現金預金も本当は宙にしようかなって悩んだんですけれども、結構その受講生さんと話をしていると、流動資産も合わせられている方も、ね、結構いるので、まあ、そういう方は、 きちっとテキストを読んでいるとかね。あのまあ、人によっては別にそんなに難しく感じなかったよっていう人もいますから、はいまあ、そのあたりは普段の、ねえー、テキストの、まあ、説明部分をきちっと読んでいるかどうかっていうところで差が出ているところなんだったなとは思います。はい、だから、そのね。えー LINE のね、質問とかで、流動資産の問題いっぱい解きたいですっていう質問があるんだけども、まあそもそもそういう発想が間違ってるなと思ってください。問題を解いて解決できるわけじゃないんです。まあ多少慣れがあるからね、まあ解いた方がいいことは間違ってないんだけども,も、もっとね、前段階の根っこの部分を一個一個ね、拾って、えまあ丁寧にね、抑えていくっていうスタンスが、え大事なのかなと。だから今後もね、しばらくこの流動資産のね、金額とか、前回は流動負債かな。 出たりだとかしてこういう集計系っていうのは出ていますから、まあ、今回、まだ現金預金もちょっとその、ね、集計系が入っているんで、まあ、そういうところを含めてです、ね、あの今一度見直しておくっていうのは有効な試験対策にはなるかなと思いますので、ね、ちょっとぜひあの説明なんかを見直すときにもう少しねそういうい前段階の説明部分を意識してくださいそこを意識すると文章あごめんなさい計算処理が文章化された問題にも結構対応しやすくなりますからね。 今のまあ有価所券の話だとあまりピンとこないと思いますけどもまあストックオプションとか対象給付とかね連結会見なんかに行くとえまあ自分は処理はできるんだけどもそれが説明文になるとよく分かりませんという質問結構多いんですけどまあそのテキストの説明文をじっくりと読めばね自分が今までやってきた処理を日本語で表すとこうなるのかということをまあ再認識できると思いますのではいだからまあそこはねちょっとね処理とまあ文章ですねえ会計処理の説明文を結びつけてまあ今,日のね今日のというか今回の本試験でも例えば 問題の18だったかな、連結会計の、ね、問題18なんかは、テキスト8の持ち分変動の会計処理をですね、あの文章化したものですからね、すべて。まあ、段階取得とかね、段階的に持ち分法適用するケースとか、えー、支配継続バージョンの一部売却とか、えー、連結から持ち分法の移行とかですかね。だからテキスト8の第9章のその他の持ち分変動のところの計算処理がすべて文章になっているだけで。 えーまあ、こういう問題にもです、ね、こう対応できるようにはある程度、ね、なってきますからね、はいまあ、連結系は、ね、ちょっと会計処理を文章に落とし込んだものって読みづらいところが結構あるんで個別に比べると、ね、だからまあなかなか難しい面はありますけども、まあ、少なくともそういう対策をしていればです、ね、ある程度表現には慣れてきますから、ねはい。だからまあ今回のの、ね、試験の まあ一つの反省点というかね、これからの満喫の一つのまあ指針として、まあ、テキストの、ね、説明及び説明文部分をきちんと大切にしてくださいということは、えー、すごく言えるのかなと思います。はい。ねまあ、当然ね、それだけやっていて受かるというわけじゃないんでね、問題意識は問題意識で必要ですけれども、まあ今一度ね、えー、そういうところがおろそかになっているなという、えー、まあ自覚というかね、あ振り返ってみればそうだなと思われる方は、まあ、ぜひね、ちょっとそういうところを大切にやってみてください。はい。 まあ,あとはね、その合格するための基本的な学習の指針っていうのは、別に基本的に今までと変わらないかなと思います。ねまあ、計算であれば2冊の、ね、上級問題集とポイントアップ答練。ねまあ、そこにその、ね、テキストの説明なんかをきちっとやっていくっていうですね、えー、プロセスは、えー、より丁寧に、ねで。理論に関してもね、非常に、まあ、問題としては優しいので、 まあ、一問一答の過去問部分だけで正直いいかなと思います。要は AB ランク一問一答あると思いますけれども、まあ、そこにですね、手を広げるまでもなく解けるような問題かなと思うので、えー、だから、まあ、AB ランクやるぐらいだったら、正直そこは他の科目に時間を回したりだとか、あの、レジュメの方の読み込みをやった方がいいかなと思います。はい。まあ、一昔前はね、難しい問題が出たときはいろんな問題に触れてっていうね、ことが有用な対策でしたけれども、 うんまあ、前回、前々回、今回のあたりの難度を見ていくと、まあ、あれやっぱりレジュメを読み込んで、えー、すごい、ね、基本的なものの判断ができていないという方も、ね、結構いらっしゃったので、まあ、そういうところっていうのはもうレジュメをきちっと読んでいくことで対応できるのでね、はい。だからまあ基本的には本当に過去問部分と、まあ、ここもレジュメの、ね、読み込みをえしっかりとやっていくことで、まあ、十分に合格ラインはえ突破できるかなと思いますので、まあ、本当に、ね、もう過去問部分をすごい繰り返して。 もう全然なんだろうスラスラ行きすぎるっていう方はまあ A ランク B ランクやってもいいかもしれませんが、まあ、基本的にはもう過去問とレジュメだけでいいのかなとは思いますはいですかななのでまあここもねレジュメをある程度こう丁寧に読んでいくっていうことがねえ合格ラインの確保にはつながりますので、えー、もう一度ねそういうところをきちっと見直していく学習っていうのが まあこれだけね優しくくなななってくるとと大切なのかなと思います、ね、ます、あ、ま優,優しいとはいってもね別にそんなにすごい簡単というわけじゃなくてねえまあ個別の計算なんかはねそれなりに何度はありますのでえ別に9割取れるとかっていうわけではないんですけれどもまあ相対的にねそのここえ5年間ぐらいで見るとかなり優しくなってきているということはねまあこれは言えるのは確かですから、はい、ただまあそういうね対応策を施した上でやっぱり最後はミスですね。 ボーダーが上がれば上がるほどミスのリスクというか、まあ、痛手ですよねミスをしたときに負う傷が深くなるので、まあ、ミスをするなといってもねそれはミスはしたくてしてるわけじゃないからなかなか、ね、ミスの対策ってのはね難しいんですけれども、まあ、そこにやっぱり気をつけるっていうことですよね、はいまあ、意識を、ね、してもなかなか減らないんですが意識しなかったら絶対に減らないんでだからある程度こうミスに関してはね えーまあ、なんでミスしたのかなということを常々考えてい、えー、くと、まあ、本試験は絶対、ね、その少なくともミスは出ますから、ノーミスで全部いくっていう方なんか、ほぼ見たことがないですから、まあ、その、ね、生じるミスっていうのを最小限にするためにね、えー、自分なりにいろいろ工夫を、えー、凝らしていくようにはしてください。はいまあね、財務だとミスすると、8点で1.6%、ね、下がるんで。 2個ミスすると3%でね3%って結構まあ大きいですからねうんだからまあミスってのはね相当悔しいですから何とかねそこを最小限に食い止めると、ねまあ、繰り返しになりますが、まあ、問題が優しくなるとねミスの、ね、傷っていうものがねよりダメージが大きくなりますんではいまあそこはねちょっと注意をするようにしてくださいまあ一つはやっぱりね当然なんかをきちんと時間計ってね解いて やっぱその当蓮ね解にあたってもやっぱり本番と同じような心理状態をなるべく作っていかなければあの意味がないんでねだからもうこれはね当蓮だから本番じゃないんだけどももう自分は、ね、今日が本番なんだっていうふうに自分を洗脳してしやっぱ受けていくようなイメージですよね。ですか本試験の精神状態ってのはやっぱりねかなりこの極限に近いものになりますからそこでやっぱミスが出るんで。 ね、だからなるべく、東該模試とかは、もう本試験だと思って受けると、まあ、もしなんかはね、普段通学で受けてない方も、なるべくその通学で受けて、えー、なるべく普段と違う環境に、ね、身を置いて、えー、やってみると、ね、なんならね、普段例えば渋谷で受けてる方は、別の校舎でね、模試を受けたりとかっていうことでもいいと思うんですよ。ね なんでまあ、少なくとも、ね、少なくとも少しでも、まあ、そういう、ねえー、状況を本試験に近づける精神状態を、ねえー、自分でマインドをコントロールできるようにです、ねあのー、やってみると、まあ、多少は、ね、効果が出るのかなと思います。はい、であと、ね、最後に入門生ですね。えー、お試し受験で,です、ね、受験された入門生の方はどれくらい取れたらいいのかということで、えー、今日配りしているレジュメのです、ねえー、問題分析の一番右の列に 入門生で解ける問題は入門って振ってあるんですよ。ね、で、えーまあ、一応、本試験書きも入門でやってるんで、入門生ですね。あと、現預金、貸し倒れ引き当て金、有価証券、えー、持ち分法の成果連結。1、2、3、4、5台ですね。ちょっとここまでくれてきますかね。まあ、この入門って書いてある部分は入門生でも取れます。でしかもまあ 難しい問題は。この中では、まあ、その本支点会計はね。まあ、ちょっと難しいですが、なの、逆に入門生で本支点会計のところね、結構、あの、最近やってっていう人であれば、普通に解けるかと思うんですよ。はい。まあ、上級生でね、本支点会計からしばらくね、離れている方は、むしろ解けないかもしれませんが、入門生なんかは逆に解けるかなと思います。まあ、現預金はちょっと入門生にしたら、実践力が足りなければ難しいと思いますが。他はもう説明レベルですね。はい。 であとですね一応ね、ね入門で理論もちょっとやりますから、理論含めてどれくらい取れるかというと、一応、ですね、まあ、前足は判断できないけれども、正党を導くことっていうことだけで考えるんであれば、えー、この問1でしょ、問1、問2、あと、栗延さん、問8、えーまあ、キャッシュローも計算でやってる部分が文章化されてるんで、これも入門生、解けます、うん。まあそれぐらいいかなはい 理論もですね1289は入門生解けるのでトータルでいくと12345678972、えー、点、ね、入門の範囲で学習した範囲をすべて抑えていれば72点は取れますね入門生で72点は取れます、まあ、あとねノリでといったら変ですけれども、まあ、リースとかね減損とかも、まあ、なんとなくの判断では解けるかもしれませんはい まあただ、完璧にその入門の知識だけでは解けるというわけじゃないので、ちょっとここでは丸を外させてもらいますが、一応入門生は72点取れます、理論も合わせて。で、ただ入門生ですからね、実践の演習とかそんなに積んでいない方も多いので、そこからマイナス16点ぐらいの、56点ぐらいっていうのを1つ目安に入門生はしてもらったらいいのかなと思います。計算部分でいけば え何でしたっけ12345が 5, 5分の4ですね、計算部分だったら5分の4って感じですね、目安としては。はいまあ、そもそもね入門生なので理論やってないからって、ね、手をつけられていない方もいるかもしれませんが、一応ですね計算部分でいくと5分の4ぐらいは目標にしてもらいたいかなと思います。はい、ということで、まあ、ちょっとね今回は若干入門で扱った部分の出題は。 ちょっと少ないかなと思いいますねいつも、まあ、もう12台、まあ、計算がいつも13台出るんでここ最近なので、まあ、そういう兼ね合いもあってねちょっと入門からの出題が若干少なくなっていると、はい、だからまあ5分の4ぐらい、えー、特に入門生でね問題後の現金預金とか正解できた方は結構自信持っていいかなと思います。はい、ね まあ、まあそのね、余談になりますが、現金預金もね、余談ではないけれども、現金預金もですね、あの、小口現金なんかが出ていて、普通に小口現金定額資金前渡し制度で、募金3級でやる内容なんですよね。えそれがまあ、普通に出ていたんだけれども、結構 LINE なんかだと、これどうやってやったんでしたっけとかね、あと相談でも忘れちゃっていましたみたいな人がいたので、はい、まあね、小口現金で出る可能性は、そんな高くないんですが、まあ、こういった現預金なんかのね、問題で、これぐらいボリューミーな問題になってくると、小口現金もまあ、ありえますので、まあ、やっぱりね、そういうところも含めて、 特に、ね、2回目、3回目以降の受験の方は、ねえー、フォローを、えー、できるだけ、ね、あのテキストの説明でいいのでやってみてください、ね。まあ、初回受験生の方だと,だとあのなかなか、ね、そういうところのフォローというのはもう、ね、やることいっぱいいっぱいで難しいかもしれませんが、まあ、2回目、3回目となると、まあ、そういうところのフォローもできるはずですから。はい だから、まあ、年度制がね、小口現金分かりませんでした、忘れてましたっていうのは、まあ、これはもう言い訳にすぎないというか、もう勉強不足というかね、まあ、ちょっと楽しようとしてたっていう自分がいるんだと思ってください。はい。ということで、まあ、今日はね、その書く文言は特にあの見ていかないです。あの、当日のね、速報動画に書く文言のですね、回答なんかはですね、一応プロセスでですね、えー、説明してますので、はい。 えーまあ、こんな感じでね、ねとにかく節例なんかの、ね、基本的なところを大切にしていくことで、まあ、より点数は上がっていくんだという意識は持ってください。はい、えー、それではですね、えー、財務会計の分析に関しては以上となります。皆さんお疲れ様でした